お知らせ、ラストに本編未収録のおまけがあるのでよかったら最後まで見ていってください。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。はじめましての方には今から殺し合いをしてもらいます。デスゲーム始めようとすんな。改めましてどうも、マイクラだよ、新シリーズだよ、ニグでございます。新規勢を減らさないでくれるとありがたいんだが、ツッコミ担当のマリサだぜ。やほやほ、モナだよ。大体最初の無害なおじさんが運営側ってことあるよな。デスゲームあるあるやめて。待てよ、フランのこのセリフ、もしかしてこの中に裏切り者がいるってことなのか。一体誰が裏切り者なんだ。急にシリアスな雰囲気出されても困るんですけど。明日からインスタ見て。ダメに決まってんだろ。ってことで今回もマインクラフトをやっていきましょう。今のクソ茶番は何だったんだ。まずはワールドの作成から。ワールドの名前、何にしましょうか。多くの人が見てもらえる名前にしたいよね。デスゲームでみんな脱落したから無理だぞ。何してくれてんだよ。これでいきましょう。なぜこれでいけると思った。まあこのシリーズは数年前にやったシリーズのシーズン2ですからね。2番戦時と言われても文句ないですから。これなら100万再生間違いなしだな。お前らもう少しトレンドとか見た方がいいよ。ちなみにもう一つの案は焼き増しでした。あんま変わんねえじゃねえか。ワールド生成、おっと、最初のバイオームは雪原ですか。木の確保が面倒だな。あまり資源がないので移動したいですね。とりあえず近くにある木を掘って集めることに。マイクラの始まりはツコリ。これマイクラの上驚きすぎじゃない？ちょっと、何ですか急に。どうやら白熊が襲ってきたみたいだな。早く逃げないと倒されちゃうよ。あれ、なんで逃げないんだよ。さっきの驚きでキーボードぶっ壊れました。驚きすぎじゃない？まあそんなことはさておき。生命の喪失をさておきでおくな。あんなモブが出てくるって、私が知ってるバージョンじゃないんですけど。そうだそうだ。1.16 点を返せ。2年前のバージョンですけど。まああれだ、お前らもマイクラゆっくり実況者なら新しめのバージョンを知っておかないといけない。だから今回は比較的最近の 1.19 点に環境でプレイしてもらう。まあ私たちも人気になりましたからね。ファンクラブとかできてるかな。思い上がるなよ。まあ一流のマインクラッターである私ならどんな世界でも余裕ですよ。さあさあ、今回はどんな目標なんですか。ダイヤを100億個集めて。え、もう一回言って。ダイヤを100億個集めて。おい待て、無言で終わらせようとすんな。いや無理じゃないですか。ダイヤ100億って、100年やっても無理ですよ。そうだそうだ。1.7.10 返せ。巻き戻ってません。まあさすがにバニラだと到底不可能だろうから、工業と錬金術は用意しておいた。理論上頑張ればダイヤ100億を集められるから頑張ってみてくれ。なんだ理論上いけるなら余裕ですね。すごいポジティブシンキング。だって錬金術があるんですよ。私にそんなモッドを使わせたら3パートくらいで終わっちゃいますよ。いやーどうしましょう。視聴者に申し訳ないですね。アッパーと錬金術モッドはダイヤ100万集めないと全部使えないからよろしく。おいだから急に終了画面流すな。錬金術を満足に使えないだなんて悲しい。こうなったら村の資源を強奪するしかない。悲しみの連鎖を生むな。結局ダイヤを100億個集めればいいってことだよね。まあそういうことになるな。ちなみに縛り内容はこんな感じ。縛るのはアドオンだけで、錬金術モッド自体は普通に使えるぞ。それなら難しいけどなんとかなりそうですね。とにかくまずはアイテム集め。オッテツヘルメット、ラッキーですね。当たり前のように盗んでいくの嫌いじゃないよ。違います、これは無期限借り受けです。これを盗むと言います。おお、ダイヤですよ。ここで手に入るのはありがたいですね。なんだかんだ素材とかにも使うからな。これで残り99,999,999,999 個ですね。いちいち数えるシステムなんですか。別の村のチェストからもダイヤを発見。あと1個あればダイヤピッケルが作れますね。っていうか雪原バイオーム、とんでもなく広いですね。ずっと走ってますが一面雪景色ですよ。こんなに広いバイオームもなかなかないよな。もしかしてこれも最新バージョンの影響で。こじつけしないでください。森林を探して3000里、やっと雪以外のバイオームを発見しました。かなり時間がかかったね。もう今日の動画これで終わりにしましょう。早くない？嘘、冗談ですよ冗談。錬金術ジョークですよ錬金術ジョーク。あーそうか、錬金術ジョークか。もし本当ならお前らを応殺するところだった。怖い感じ使わないで。いい感じの森林を見つけたので、ここを仮拠点にしようと思います。ダイヤを100億集めるには1秒たりとも無駄にできない。そのため仮拠点は地下に作ってブランチマイニング場に直結させます。工業をやるときのいつものパターンだね。工業実況者はこれをしないと首のチョーカーが爆発します。制約厳しすぎない？ってことで仮拠点の完成。チェストと作業台とベッドがあるのでこれは拠点ですね。仮拠点と呼ぶには簡素すぎるけどな。いやドアがないから拠点じゃないぞ。どこで判断してんだよ。おっと、見慣れない鉱石ですね。鈴鉱石、工業モッドのメカニズムで追加される鉱石の一つです。こういう鉱石もたくさん集めないとな。ここはあえて集めないってても。どこで逆張りしてんだ。洞窟にぶち当たりました。洞窟アプデ後の洞窟、まだちゃんと攻略したことないんですよね。
かなり大きいな。もうこれ実質ホラゲーでしょ。違いますよ。まあマイクラって元からホラゲーですしね。それはお前だけだ。ちょっと怖いですが探索することに。真後ろにクリーパーとかやめてくださいよ。まあ今回はミニマップがあるから大丈夫だろ。キーボードいくらあっても足りないですから。そっちの問題かい。ウラン鉱石を発見。これも工業を進める上で必要なので集めておきましょう。ウランってことは、核融合とかもできるってこと？そうです、チョコバナナクレープです。会話になってませんが。工業のエンドコンテンツに必要なので、今のうちに集めておこうかなと。ホタル石鉱石を発見。これもメカニズムで追加される鉱石ですね。鉛鉱石を発見。深層岩に混ざってるとかなり見つけにくいですね。注意深く探していかないとな。これも鉱石側の知恵ってやつだな。昆虫の擬態じゃないです。オスミウム鉱石を発見。メカニズムで追加される、よく使う重要鉱石です。主にこれをたくさん集めればいいんだな。カルクスーマンは溶けますからね。カルクスーマン。ダイヤモンドを発見。今のマイクラってここまで深く掘らないと手に入らないんですね。しかも近くにもう一つあるぞ。どちらも一個ずつですか。本音を言えば鉱脈が欲しかったね。これで残り99億9999万9900。あとは鉄を求めて少し上でも洞窟探索。今までとは違って、欲しい鉱石ごとに掘る高さを変えるのは新鮮で面白いですね。工業だからたくさん集めていかないとな。集まった鉱石はこんな感じ。鉄もオスミウムも1スタック以上はあるな。ラージチェストを鉄で埋めてないやり直し。計画麻痺してません。まあまだ数は心もとないですが、せっかくですし工業を始めていきましょう。千里の道も一歩から、まずは機械を動かす発電機を作っていきます。銅インゴット、鉄インゴット、かまど、オスミウムインゴット、木材で。熱発電機の完成。燃料を消費して、その熱で発電する発電機です。火力発電みたいなものか。最初に作る発電機ランキングも堂々1位ですから。勝手にランキングを作るな。早速設置。熱発電機なので、もちろん溶岩を入れても発電できます。安定して溶岩が手に入るまでは石炭で発電することになりそうだね。燃料問題は早めに解決しないとな。もしかしたら太陽が消えるかもしれませんし。燃料どころの問題じゃない。次にオスミウムインゴット、レッドストーン、鉄インゴット、かまどで。はい、レシピミス。夜勤吹き込み機の完成。金属を生成したり、合金を作ったりできる機械です。基本の機械って感じだな。機械のために必要な素材のために必要な加工のために必要な長い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 。とりあえず石炭を突っ込むことにします。26個と心もとないですが、まあ当分は持つでしょう。そして石炭を充填した夜勤吹き込み機で鉄を加工して。濃縮鉄の完成。中間素材です。そしてこれをかまどで精錬して。はい、レシピミス。加工しようと思いましたがエネルギーが足りませんでした。そのため燃料の溶岩を組むためのアイテムを作っていきます。レッドストーンと鉄インゴットで。基本流体タンクの完成。液体を32000ミリバケツ、バケツ32杯分を持ち運べるタンクです。これがあればバケツでインベントリを圧迫しなくていいね。ちなみに溶岩全部入れた時の重さは 76.8 トン。ミネレンが持てる重さではない。拠点の地下に溶岩鉱発見。かなり大きそうだな。これで当分の燃料は大丈夫そうですね。うおお。集めたので設置。まだ手動搬入ですが、これでエネルギー問題はなんとかなりそうです。そして石炭を充填した夜勤吹き込み機で濃縮鉄を加工して、鋼鉄の粉の完成。これも中間素材です。最後にかまどで鋼鉄の粉を加熱して、鋼鉄インゴットの完成。鉄よりも使い勝手のいい金属で、メカニズムでの重要金属です。金属一つ作るのもこんなに大変なんだな。やだな、あまりさ数年前に同じモッド実況してるから知ってるじゃないですか。無駄なこと言うなよ。いや知らんがな。食料問題が深刻なので水辺の魚を捕まえることに。いつもならリンゴ暮らしなのですが、なぜかリンゴがドロップしないんですよね。ただ単に運が悪いだけだと思うんだが。もしかしてここにも麻薬の影響が。違うと思うぞ。けど明らかにリンゴが出にくくなってるよね。そうですよね。もしかしてこれもバージョンによる影響なんですかね。違うぞ、ただ食べ盛りなコロッケだけだぞ。理由が可愛い。鋼鉄インゴットとレッドストーンで。基本ユニバーサルケーブルの完成。これで発電機を直付けしなくてもエネルギーを送ることができます。ケーブルに伴い仮拠点を拡張しました。こうやって機能に合わせて仮拠点が大きくなるの、大好きです。好きじゃないと何年もマイクラやってないよな。私が家にいるのと同じ理由だな。それはただの引きこもりです。まあずっとゲームするの楽しすぎるからな。仕方ない仕方ない。はいはい、早く外に出ましょうね。それ私にも刺さるからやめて。二次被害出てますけど。私にも刺さるからやめて。お前ら全員外に出ろよ。まだまだ工業を進めていきます。レッドストーンを充填した夜勤吹き込み機でオスミウムインゴットを加工して、基本制御回路の完成。中間素材です。いかにも工業っぽいパーツだな。ちなみにたこ焼きの味がします。どうして？鋼鉄インゴット、レッドストーン、ガラスで。まだレシピミスするの？失礼失礼、間違えました。これで大丈夫です。
鋼鉄ケーシングの完成にも程があるぞ。おかしいですね。ちゃんとレシピ通りに作ったんですが、だとしたら記憶容量がひよこ並みだぞ。鋼鉄ケーシング、鉄インゴット、レッドストーン、基本制御回路で濃縮室の完成。いろんなものを濃縮できる便利な機械です。早速設置。これを使えば鉱石の原石を粉に加工して手に入るインゴットを増やすことが可能です。なるほど、鉱石が増えるのか。つまりマリサを入れれば増殖するってことです。アイコになるだけですけど、お願い、一回だけ、一回だけでいいから。先っちょだけ、先っちょだけだから。全ての生物の残機は一つしかないんだぞ。え、マリサは心臓7個あるんじゃないのか。ご飯様じゃないです。ってことでクラフト再開。濃縮室でレッドストーンを加工して、濃縮レッドストーンの完成。この一手間をすると、夜勤吹き込み機での素材の量が増えます。エネルギーは使いますが、素材が少ない序盤ではありがたいですね。そしてレッドストーンを充填した夜勤吹き込み機で鉄インゴットを加工して、吹き込み合金の完成。中間素材です。なあ、これは今何を作ってるんだ？ポテチとコーラだぞ。食べ物要素1ミリもないんですが。本当は別の機械を作ろうと思ってたのですが、いかんせん熱発電機の燃料が枯渇気味なので、ちょっと応急処置気味にそっちのクラフトをしてます。こういうのも工業ならではだね。吹き込み合金、鉄インゴット、基本流体タンクで。発電流体タンクの完成。バケツ64杯分の液体を持ち運べるタンクです。うおー。組んできました。顎何も見えませんでしたが。これで燃料事情は当分大丈夫そうですね。この溶岩もすぐなくなりそうな気がするけどな。次は32倍速ですかね。ねえ、もしかして1秒でも流せば全カットにならないと思ってる？まだまだ作っていきます。夜勤吹き込み機、基本制御回路、レッドストーン、鉄インゴットで。基本吹き込みファクトリーの完成。夜勤吹き込み機のパワーアップ版ですね。これは一体何ができるんだ？ふふ、驚かないでください。目玉がヨーヨーみたいに飛び出ても知りませんよ。トムとジェリーか。このように、加工ラインが1つから3つに増えているんです。つまり加工速度が3倍。すべて合わせて100倍ってことだな。義務教育やり直してください。ちなみに稼働はこんな感じ。巨大な装置を動かすのもいいですが、複数ラインをコンパクトにまとめるのもおつなものです。そうか、実質3ライン稼働みたいなものだもんな。まあその分エネルギーも必要なので、溶岩の消費が加速しますけど。早めに発電施設を整えないとまずそうだね。鋼鉄ケーシング、基本制御回路、ガラス、レッドストーンで。電動製錬機の完成。エネルギーで動くかまどです。ついに製錬も電動でできるのか。これで工業の基本的な機械は揃いましたね。ここからが工業の本当の始まりです。ねえねえ、結局これがどうやってダイヤ100億につながるの？そうですね。あと81段階くらいですかね。気が遠くなるんですが。ついに始まった工業と錬金術使いのマインクラフトシーズン2。しかしそれは始まりに過ぎなかった。終わらない中間素材から逃げるマリサ。そして、彼らは禁断の扉を開ける。次回、減りゆく素材、減りゆく姿。この次も、サービスサービス。正直ダイヤ100億ってやってることは田岡だと思う。そう思うならやるなよ。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。今日もせっせと溶岩組、2部でございます。機械を動かすには燃料が必要だしな。こういう作業、めんどくさいよね。クラフターはみんなこの作業を通して精神を落ち着かせていくのです。あなただけだと思いますけど。しかしこのまま溶岩を集め続けるのも大変。この単純労働も楽しいですが、ダイヤ100億のためには早く脱却しなければ。まだやるべきことはたくさんあるからな。早くマリサを捕まえて念能力を聞き出さないと。脳みそに針ぶっ刺す気？ってことで今回はエネルギーの安定供給から、まずは熱発電機を増産しまして、仮拠点を拡張。そして熱発電機の周りに溶岩を設置。こうすると、少量ですが勝手に発電してくれるようになります。ちゃんと発電されてるな。いい感じですね。これでツイッターで不良所得ってプロフにかけるね。うさんくさいアカウントやめて。月収まるまる万円で脱サラ背伸びせず稼げる方法を発信だな。プロフあるあるもやめて。塵も積もれば山となる。少量の発電ですが、数を稼げばある程度の助けにはな。ってことで4機ほど設置しました。ねえ、今やらかしてなかった？私は何もやらかしてません。心が汚いとやらかしたように見えるんです。何もなかったよね。やらかした映像なんてなかったぞ。こいつら切ったな。とにかくこれでエネルギー問題は当分大丈夫。これでダイヤのための工業化を進めることができますねと思ったのですが、前回の工業化で拠点の鉱石資源がかなり減ってしまいました。これだと満足に工業化を進められません。まあ工業化って資源をかなり使うからね。そろそろ地下に潜って鉱石を集めないとな。ってことで掘り抜いたのがこちらになります。何してくれてるんですか？ Y 座標マイナスの掘り抜き、思ったよりも大変でしたね。鉱石を集めるなら掘り抜くしかないからね。まずその凝り固まった考えを直そうか。え、これ以外に存在するのか？存在するわ。逆になんでないと思った。集まった鉱石はこんな感じ。
ダイヤが約4スタック、最初にしては上出来ですね。上出来というかありすぎなくらいだけどな。まあダイヤ100億個と比べるとほぼ誤差だけどね。使った相性が悪い。しかし、ここで問題が出てきてしまいまして、鉱石分布のことを考えておらず、目的のオスミウムと鉄が全く手に入ってないんですよ。確かに、ダイヤと比べてもほとんどないな。どうすんだよ、結局工業が進められないじゃないか。何言ってるんですか、マリサ足りなければ掘り抜けばいいんですよ。マリアントワネットみたいに言われましても。鉱石がたくさん集まったので、いよいよ錬金術の扉を開けたいと思います。まずは必要な素材のグロウストーンを集めにネザーに。いよいよ錬金術を始めるのか。始めると生物としての姿が消えていくことで有名だよね。さらっと嘘流さないでもらえます？そうですよ、嘘流さないでくださいよ。そうだぞ、いくら錬金術でもそんなこと。消えるんじゃなくて薄くなっていくんですよ。表現の問題じゃない。ってことでネザーにやってきました。グロウストーンは天井付近にあるので足場を作って近づいていきましょう。あともう少しだね。けどここからが近いようで遠いんですよね。そう、まるで好きなことの距離のように。邪落性は。よしよし、回収できました。次はネザー要塞の探索か。ダイヤモンド、グロウストーン出すと、レッドストーンで賢者の石の完成、錬金術の根幹をなす、透過交換の石ですね。これを作業台で作れるって、クラフターって何者なんだろうな。まあそもそもマグマをバケツに組める時点でね。急に冷静になるな。その賢者の石と黒曜石、石で変換テーブルの完成、登録したアイテムを透過交換してくれるとんでもない強すよテーブルです。ついに錬金術が始まるんだね。三丁目の田中さんも喜んでるだろうな。三丁目の田中さんって誰だよ。まあ素直にやってたらダイヤ100億なんて夢のまた夢ですからね。最初からフルスピードで研究していきます。いよいよ本気になるってことか。英語だとアドリームイビンアドリームですね。なぜ英語にした。グロウストーン、ダイヤモンドブロック、かまど、ガラスで EMC コレクターマーク1の完成。日光から EMC を錬成してくれる装置です。EMC とは物質に定められた価値のこと。錬金術はこの EMC を元に透過交換を行っていきます。つまり EMC があれば何でも透過交換できるってことだな。じゃあデーモンコアも錬成できるってこと？何錬成しようとしてんだ。まあ錬成の条件として、すでに手に入れているものだけという条件はありますけどね。そのデメリットが気にならないほど錬金術はすごいので、今のうちに設備を整えておきましょう。ちょっとここで寄り道。鉄インゴット、吹き込み合金、基本制御回路、濃縮室で。はい、レシピミス。基本濃縮ファクトリーの完成。加工ラインが3ラインに増えた濃縮室です。これで原石の加工がより効率よくできるな。掘り抜きで鉱石がたくさん手に入ったからね。なんでこんなに鉱石があるんですかね。掘ったからでは。せっかくなので自動化体制を整えておくことに。基本制御回路、鋼鉄インゴットで。基本物流トランスポーターの完成。アイテムを輸送できるパイプです。金インゴット、レッドストーン、吹き込み合金で。エネルギータブレットの完成。中間素材です。木の棒、ラピスラズリ、吹き込み合金、エネルギータブレットで。コンフィグレーターの完成。メカニズムの機械をいじいじできるツールです。これで濃縮ファクトリーからの搬出設定をしまして。これで設定完了。ちゃんとチェストに搬出されてますね。あとは搬入面も同様に設定。これでチェストに原石を入れれば勝手に粉にしてくれるラインの完成です。だいぶサクサク進むんだな。こうでもしないとダイヤ100億とか数年コースですからね。そうならないためにいつもよりも早めに進めます。今まで抑えてた力を解放するんだね。この選択がまさかあんな結末になるだなんて。不穏な空気漂わせないでください。まだまだ作っていきますよ。まずは EMC コンデンサーで生み出したメディウス燃料を増やして。賢者の石とメディウス燃料で。エターナリス燃料の完成。中間素材です。次にそのエターナリス燃料とダイヤモンドで。はい、レシピミス。失礼、ダイヤモンドじゃなくてダイヤブロックでした。ってことでダークマターの完成。未知の物質で構成された物質です。かなり怪しげなアイテムだな。新曲からもヤバさが伝わってくるぞ。体力もう少し頑張って。このダークマターと EMC コレクターマーク1、グローストーンで。EMC コレクターマーク2の完成。マーク1と比べ生産する EMC がアップしています。早速設置。必要な明かりは松明で補うことにします。明らかに生産量が違いますね。位置の桁が目まぐるしく変わってるな。こういうの見ると興奮してくるんだよね。サンドウィッチマンか。マーク1と比べると一目瞭然です。まだまだ進めていきますよ。ダークマターとエターナリス燃料で。レッドマターの完成。ダークマターの上位版です。これも中間素材だぞ。世界中の物質はおしなべて何かしらの中間素材なのです。さあ、あなたも中間素材に感謝を。唐突に宗教始めないでもらって。レッドマターと EMC コレクターマーク2、グロウストーンで。
EMC コレクターマーク3の完成。毎秒 40EMC も生み出してくれる装置です。まさかこのパートだけでマーク3まで作り切るとはな。ちなみにこれ1個で丸石約71万個分です。すでにインフレ始まってない?並べてみるとこんな感じ。なんか上の色がいい感じだな。コストはかなりかかりましたが、これで勝手に EMC を生産してくれます。この出費も後に数倍になって返ってくればいいね。これぞ楽するために苦労するですね。うわ、めっちゃ今の言葉響いた。お、フランにも分かってもらえましたか。今の言葉私の胸に響いた言葉ランキング第532位だわ。それはもう響いてないのよ。そうそう、そういえば有能視聴者兄貴からタレコミをいただきまして、どうやらタンクはそのまま熱発電機に突っ込めるみたいです。本当に突っ込めたな。いやー、ほんと視聴者兄貴や姉貴は有能ですね。これでマグマバケツリレーから解放されるね。正直録画外でやりすぎて手首痛めかけたからな。そう出てますけど。と言ってもそろそろ熱発電から脱却したいので、クラフト、エネルギータブレット、吹き込み合金、基本制御回路、オスミウムインゴットで。風力発電機の完成。風の力で発電するエコな発電機です。ついにこの世界にも再生可能エネルギーが導入されるのか。私のチャンネルは環境保全を発信してますからね。どの口がほざくのか。であれ、なぜかここに設置できません。もしかして高さが足りないのかもな。きっと反抗期なんだよ。発電機の反抗期って何？仕方がないので地上に向けてケーブルを伸ばすことに。ってことで伸ばしたので設置していきます。うんうん、ちゃんと動作してますね。風の力で発電できるってかなりエコだね。当たり前のように羽がぶつかってるのは気にしないのな。まあまあ、鳥かぶとでも食べてはきつこうぜ。目撃者消そうとしてる。そういえば拠点近くにネザーゲートの残骸がありました。これがあるならこれを使ってネザーに行けばよかったね。いやー、完全に忘れてました。後で自然ごと消し飛ばしておきましょう。せめて残しておけよ。今後の開拓のためにエンチャント部屋を作ることに。錬金術があれば面倒な素材集めも一瞬です。まず紙を作りーの、本を作りーの、本棚を作りーの、黒曜石、ダイヤモンド、本で。エンチャントテーブルの完成。拠点の向かい側に穴を掘りまして。よしよし、これでオッケーですね。経験値もあることですし、早速エンチャントをしていきますか。今後も掘り抜くなら幸運が欲しいところだよな。まだ掘り抜く気なのか。何言ってるんですか。最大マップ1枚は通過点ですよ。あなたが何言ってるんですか。まあそんな工業ジョークはさておき、お前が言うと本当かどうかわからないのよ。早速ピッケルにエンチャントしていきますか。まあ私くらいの実況者になれば幸運くらい一発で引いてみせます。早速ピッケルにエンチャントしていきますか。なかったことにしないで。まあ私くらいの実況者になれば幸運くらい。早速ピッケルにエンチャントしていきますか。何回やるんだよこの流れ。もういいよ、お腹いっぱいだよ。どんだけ天丼するんだよ。まあこの流れはワンコそばみたいなものだし。食べ物の問題じゃねえよ。物欲センサー、未だに健在ですね。そろそろなくなったかと思ってましたがまだ残ってるみたいです。ああ来た、やっと来た。やっと大当たりを引けましたよ。幸運3耐久力3効率4、一番いいのだな。鉱石集めがさらにはかどりそうですね。地下を掘って掘って掘り抜くぞ。誰かさんみたいに真っ平らにしてやろうぜ。何か言い残すことはある？冷えた部屋でコーラを流し込むって最高だよ。ついに錬金術の扉を開いたニグ。しかし、ダイヤ100億までの道のりは遥か先。逃げ出したい心に向き合い、一つの結論を出す。それは、世界を消し始めることだった。次回、向き合った先、消える世界。この次も、サービスサービス。なんか次回予告が不穏なんだけど。まあここの予告は8割くらい嘘です。予告の役目果たしてなくね。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。今は配管の手直し中、ニグでございます。こういう配管、適度に点検しないと無駄があるからな。ツッコミ担当のマリサだ。ちょっと待って、ツッコミバナナって何？この実況もありがたいことに多くの視聴者に見てもらっているのでね、初見勢にもわかりやすいように自己紹介を載せることにしたんです。いや、私こんな自己紹介考えてないけど。マリサの分は私が夜鍋して作りました。じゃあ犯人お前じゃねえか。けどこれなら視聴者にもより私たちを知ってもらえるよね。やほやほ、モナだよ。まあダイヤ100億集めるまではそんなこと言ってられないけどな。フランだぞ、よろしくな。ってことで今回もマインクラフトをやっていきましょう。まずはエネルギー関連の整備から。まずは鋼鉄ケーシングを作りまして。鋼鉄ケーシング、レッドストーン、エネルギータブレット、基本制御回路で。はい、レシピミス。基本エネルギーキューブの完成。エネルギーを 1.6 メガまで貯蓄できる蓄電機です。機械を稼働しない時にエネルギーを貯蓄するのか。つまり深夜にポテチを食べても言い訳ができるってことだな。それはただ太るだけでは？せっかくなのでアップグレードしましょうか。エネルギータブレット、吹き込み合金、鋼鉄インゴット、基本エネルギーキューブで。
え、またレシピミス？まあ久々の紅葉ですし、レシピミスくらいは仕方がないです。ミスした立場の人が言うことではないのよ。ってことで8点エネルギーキューブの完成。エネルギーを6.4メガも貯蓄できます。正直この貯蓄量ってどれだけすごいのかわかりにくいよな。何か言い例えないですかね。風呂上がりの甲羅とかじゃない？逆にわかりにくいんですが。早速設置。場所としては発電機と加工機械の間にかませておきます。ここなら緊急時の予備エネルギーとして外に持ち出しやすいですからね。あれ、外で使う機械はまだ持ってないはずだが。マリサは甘いですね。冬眠中の動物を起こして襲わせますよ。やめて冬眠は寝させてやれよ。ってことで外で使う機械を作っていくことに。金ブロック、鉄ブロック、ダイヤブロック、レッドストーンで。改良型作業台の完成。エネルギーを使って発展的なクラフトができる作業台です。まあ設置は適当にここら辺でいいでしょう。ちゃんとエネルギーが入ってますね。なんか作業台とは思えない見た目だな。SNS でやたらと月収何万アピールしてマルチのリンク乗っける人よりかはマシだよ。何の話してるの？早速改良型作業台でクラフト。ダイヤモンド、金インゴット、鉄インゴット、レッドストーン、エンダーパールとエネルギーで。なんか吐き出されたな。こうやって私たちも生み出されたんだな。鶏かな？完成、改良型露天採掘機です。エネルギーを消費して露天採掘ができる機械ですね。これでやっと露天採掘ができるようになるね。動画の中の私も喜んでます。次は露天掘りのアイテムのためのチェストを、レッドストーンと鉄インゴットで。恐竜結合粉の完成、中間素材です。お次に石炭とダイヤモンドで。恐竜結合粉の完成。あれ、同じアイテムなのに色が違うな。どうやら色ごとに対応したツールの耐久値を回復させることができるみたいです。これがあれば耐久値を気にせずに作業ができるね。まあ今まで中間素材としてしか使ったことないですが。買ってやれよ。木炭と丸石で。恐竜結合粉の完成。これも中間素材です。恐竜結合粉を2種類、石、チェスト、鉄インゴット、ダイヤモンドで。錬金チェストの完成。そろそろレシピミスなくそう？おかしいですね。ちゃんと確認してから作ってるんですが。まさかゲーム側によるバランス調整が。ただ記憶力がないだけだと思うんですけど。ついに私も上を実感する時が来るとは。実感するにしてはしょぼくない？錬金チェストと黒曜石、ダイヤモンドで。EMC コンデンサーの完成。中のアイテムを EMC に変換し、勝手に透過交換してくれるチェストです。そうか、これなら石とか土もダイヤに変換できるのか。そう、その通り。騙されたなお前ら。何も騙されてませんけど。これで露天掘りのブロックをすべてダイヤモンドに変換。ダイヤモンドザックザックっていう作戦ですよ。これでいちいち掘らなくても勝手に掘ってダイヤを集めてくれるぞ。紅葉と錬金術、これをやるために組み合わせましたからね。けど露天掘りって、環境破壊というか普通に良くない気が。何言ってるんですか。マリサマップ全部掘れば環境もクソもないです。すがすがしいほどの感覚麻痺。せっかくなので試しに露天掘りをしてみましょう。試しで地形を破壊される世界のことを考えてあげて。その前にちょっとクラフトを。吹き込み合金と基本物流トランスポーターで。発展物流トランスポーターの完成。アイテムの搬出速度が速くなってます。吹き込み合金と基本ユニバーサルケーブルで。発展ユニバーサルケーブルの完成。これで改良型露天採掘機により大量のエネルギーを供給できます。あとはいい感じにセッティング。今回はテスト採掘なので、発電機はエコな風力発電で。フレームが組み立て始めたな。さて、そろそろ採掘開始ですよ。これだけ大掛かりな機械だからサクサク掘って。思ったよりも遅くない？思ったよりも速度が遅かったので、ちょっとパワーアップさせようと思います。別に試し掘りだしあの速度でもよかったんじゃ。いやあれだと露天掘り学会から警告書が届くので。露天掘り学会ってなんだよ。黒曜石、ダイヤモンド、金インゴット、金床、鉄インゴット、レッドストーン、エンダーパールで。完成、エンチャント移動機、エンチャントを改良型露天採掘機に移動できる装置です。使うのは前回エンチャントしたダイヤクッケル。これらのエンチャントを改良型露天採掘機に移動していきます。チェストの肥やしのエンチャントもこうやって有効活用できるのか。これ専門のアルバイト欲しいくらいですね。業務が限定的すぎない？やりがいがあってアットホームな職場だよ。未経験者でも大歓迎だぞ。ブラック企業の上等区しかないんですけど。まあ私のアルバイトほぼ才の河原と同じですからね。ブラック企業より立ち悪くね。パワーアップしたので設置してみましょう。うおー、はい、めっちゃはい、すごいスピードで採掘してるな。これこそ紅葉、人力ではできない圧倒的速度ですよ。遠くから見るとこんな感じ。発電機にケーブルに露天採掘機の3点セットだな。いやー、この絵はいつ見てもいいですね。これで放置でダイヤが集まるようになったね。ってことでこのシリーズは今後全カットでお送りします。争そうとしないで。と言っても、これでも目標のダイヤ100億までには遠く及びませんけどね。まあいくら放置って言っても100億だしな。ってことで軽く38万ブロックほど掘り抜きました。うん、まず加減ってのを考えようか。
光量の力があればこういうのも軽くできますからね。やっぱ100億いくならこれくらいは掘らないと。ダイヤをたくさん集めるにはたくさん掘るしかないからね。こんなものは無駄序の口だしな。お前ら初見税に優しくする気ないだろ。ちなみに集まったダイヤモンドはこんな感じ。なんだかんだ集まってるね。ダイヤモンドが20スタック、まあまあですね。パート3にしては集まりすぎなんだよな。この結果なら露天掘り学会もにっこりですね。頼むからせめて学会の説明をしてくれ。露天掘り放置中にいろいろやってたので紹介を。ダイヤに余裕ができたからダイヤフルを作ってるのか。ちょっととあるアイテムのために遠征する必要がありましてね。念には念を入れてのダイヤフルです。ってことで早速出発。上側はどうせ雪国なので、まずは下側から攻めてみますか。とあるアイテムって、何を集めるんだよ。そうですね。マリサは露天掘りするときに何が面倒だと思いますか？なんだろうな、耐久値とかか？土地の権利関係一択でしょ。生々しい答え持ってくんな。ちょっと惜しいですね。惜しいんかい。答えはそう、途中で出てきた水流の対処。いくら放置といっても、海の水や水流は処理しないと水まみれになってしまいますからね。いちいち水抜きをするのも面倒だしな。そこはマリサが気合で全部吸うんじゃないのか。私を何だと思ってるんですか？まあマリサに吸わせるのも一瞬考えましたが、一瞬たりとも考えないで欲しかったな。この問題を解決するアイテムを作るため、今回は砂漠に向かおうと思います。砂漠を発見しました。そして目的のアイテムを発見。探してたのはサボテンだったのか。いやー、ここまで来るのにかなり時間がかかりました。普通に2時間くらいかかったよね。もうそれだけで動画1パート作れると思うんだが。よそはよそうちはうちです。おかんか。動画は濃ければ濃いほどいいですからね。これからもこのチャンネルは他よりも濃い動画をお届けしてまいります。家系ラーメンみたいなこと言わないでください。家系ラーメンじゃないんですか？違いますけど。ってことで帰ってきました。ガラス、サボテン、鉄インゴット、レッドストーン、金インゴットで改良型ポンプの完成。これを露天採掘機の隣に置くと勝手に液体を汲んでくれます。これ単体で動作するわけじゃないんだな。液体を汲むって間違って吸い込まれそうで怖いね。まあ改良型だしそんな事故は起きないだろ。ちなみに汲んだ液体はどこか虚空に消えていきます。そっちの方が怖くね。鋼鉄インゴットとガラスで基本加圧チューブの完成。液体を輸送できるチューブです。これでポンプの中の液体を輸送できますね。あれ、改良型ポンプの液体って虚空に消えるんじゃないのか？あ、そうだったわ。記憶容量小さすぎない？改良型ポンプを単体で液体回収モジュールの完成。これを露天採掘機の中に入れると、隣に設置しなくても液体を回収してくれます。鉄インゴット、金インゴット、レッドストーントーチ、グローストーンダスト、レッドストーン、ラピスラズリでフレキシブルなマーカーの完成。露天採掘機の採掘範囲を指定できるマーカーです。さっきの大規模露天掘りはこのマーカーで指定したんだね。早速設置。こんな感じで指定した範囲がハイライトされるようになってます。範囲の変更は GUI から。昔に比べて便利になってるんだな。この調子でマリサにもマーカー機能を。私に拡張性を求めんな。長く遊んでるとこういう小さい違いも感じられていいですね。稼働させるとこんな感じ。先ほどの露天掘り全カットの裏には、実はこれだけの出来事がありました。それをただの全カットで済まそうとしてたのか。ちゃんと紹介したのを褒めてほしいくらいだよね。全カットしなければよかっただけでは。露天採掘機により、圧倒的作業速度を手に入れたニグ。世界の消失の始まりを疑う者はいなかった。消える母なる海と大地、そして増えるダイヤと岩盤、そして彼は、大地の底に工場を作る。次回、猫も杓子も、虫もカエルも。この次も、サービス。正直次回のタイトル考えるだけで2時間くらいかかってる。かかりすぎじゃない？はい、ということでどうも皆さんこんにちは。次の露天掘りの範囲を設定中、ニグでございます。露天掘りでダイヤを集めていかないとな。ツッコミ担当のマリサだぜ。いつまでダイヤ集めてるの？初手オーバーキルしないで。他はみんなでゲームを遊んでいるというのにニグと来たら、ヤホヤホ、モナだよ。おいモナ、そういうこと言っちゃダメだろ。そうですよ、思っても言っちゃいけないことがあるんですよ。ニグにゲームに誘える友達なんているわけないだろ。放置してこないで。ずけずけと気にしてる部分をいじってくるって許せないよな。フランだぞ、よろしくな。あのすみません、思いっきりブーメラン刺さってますけど。じゃあもうすぐだな。もうすぐって何がですか？お前友達少ないよな。この状況でも言うの？ってことで私のメンタルと自信と精鋭の希望が削れたところでマインクラフトをやっていきましょう。削れちゃいけないの削れてるんですが。まあやってるゲームの癖が強いですからね。マイクラなんてほら、一人でひたすらダイヤ集めしてるだけですし。他がコラボで FPS とかミニゲームとかしてるのにね。そんなんだから日本の先行きは暗いんだぞ。そこまで壮大じゃねえよ。今年もそろそろ半分ですが、これからは積極的に交流とかしていきたいですね。ってことはお前も再び FPS とかのパーティーデーを遊ぶってことか。何言ってるんですか、一緒に聖地するに決まってるじゃないですか。そういうとこだぞ。
露天掘りの設定が終わったので、掘ってる間に紅葉を進めましょう。まずは既存機械のアップグレードから、電動精錬機、レッドストーン、基本制御回路、鉄インゴットで。基本精錬ファクトリーの完成、加工ラインが3つに増えた電気かまどです。これで今持ってる機械は全部アップグレードできたな。世界の半分は手に入れたも同然だね。でかいしょ僕ね。しかし、これで工業が終わったと思ったら大間違い。まだまだ機械を作って効率化していきましょう。ほらな、世界の半分は夢のまた夢なんだよ。まずいぞこのままじゃ世界が1個じゃ足りなくなる。世界の方を増やそうとすんな。鋼鉄ケーシング、吹き込み合金、鉄インゴット、基本制御回路で。精密製材機の完成、木材を効率よく加工できる機械です。基本ファクトリーにアップグレードするのも忘れずにしておきましょう。よしよし、これでオッケー。次にオスミウムインゴットとレッドストーンで。基本化学タンクの完成、ガスを充填できるタンクですが、今回は中間素材です。へぇ、ガスも充填できるのか。これでやっとマリサを持ち運べますね。え、私期待だったの？基本化学タンクと基本制御回路、鋼鉄ケーシングとレッドストーンで。はい、レシピミス。化学混成機の完成、機体を混ぜ混ぜさせることができる機械です。早速設置してみますか。今までの機械とは違ってゴツゴツしてるな。これがアーマードコアの新作か。違いますよ。この機械は後半で使う予定なので、今のうちに準備しておきましょう。木材を精密製材機で加工して。おがくずの完成、中間素材です。そのおがくずを固めて。はい、レシピミス。ダンボール箱の完成、こんなのも追加されてるのか。これでカモフラージュ率が上がりますね。スニーキングじゃないです。まあそんな冗談はさておき、チェストとかにかぶせると中身を保存したまま移動することができます。拠点の引っ越しとかの際に便利だね。これ量産して引っ越した直後コスプレしようぜ。どういうこと？オスミウムインゴット、バケツ、吹き込み合金、鋼鉄ケーシングで。電動ポンプの完成、液体を吸い上げてくれるポンプです。あれ、ポンプは前回作った気がするんだが。ああ、あれですか。あいつは別のやつの元でうまくやってるよ。全部映画かな。前回作ったのは別のモッドのポンプですが、これは工業モッド、メカニズム製です。今回はこれで地下の溶岩を組んで、もしものためにストックしておこうかなと。せっかくなのでタンクも別のものを作ってみます。原木とガラスで。木のタンクの完成、バケツ4杯分の容量を持つタンクです。木のタンクと石で。石のタンクの完成、バケツ16杯分にグレードアップしてます。さらに鉄のタンク、金のタンク、ダイヤのタンクまでグレードアップ。容量はなんとバケツ 16,384 杯分です。これだけ多かったらさすがに埋まることはなさそうだな。そんなこと言われると全部埋めたくなっちゃいますよ。どこで逆張り発動してんだ。ってことで溶岩湖に到着。早速ここで溶岩を組みましょうか。池の水全部抜くじゃなくて溶岩全部抜くだね。そこから廃棄された自転車とか見つかりますかね。溶けてると思いますけど。上から見るとこんな感じ。うんうん、ちゃんと組んでますね。これで溶岩組も効率化できたな。楽するために苦労する、こういう小さい効率化の苦労が積もり積もって便利になりますからね。このままどんどん効率化していきたいね。ねえねえ、転換から外出て開拓が始まると思った？騙されたなお前ら。今回は機械を作るだけのパートです。おい、そんなんじゃ新規視聴者が退屈するじゃないか。今まで新規層のために優しい感じだったのにね。パート4まで来たらもう手加減しなくていいかなって。PV 彼氏かな。お前は俺がいないと何もできないからな。泣くなよ、お前が悪いせいだろ。ごめんね、辛く当たっちゃって。妙に解像度高いのなんなんだ。今回使ってる工業モッドのメカニズムですが、重要パーツによって攻略段階が決まってまして、次の段階でさらなる技術を手に入れるため、今作れる機械をどんどん作っていきます。エネルギータブレット、吹き込み合金、基本制御回路で。もうそろそろ覚えよう。フリーランナーの完成、エネルギーで動く足防具です。エネルギーの防具ってなんかハイテクだな。せっかくですし充電して装備してみますか。よしよし、装着できました。正面から見るとあんまり変わってないね。けど私たちの心は変わってるよ。キャラクセイは。ておい、後ろになんかついてるぞ。これがフリーランナーですね。身につけると落下ダメージを無効化してくれます。あとは1マス段差をスムーズに移動できたりと地味に便利なツールですね。足にドライバーをくくりつけてるみたいだな。何らかの弾みでアキレス腱に刺さりそうですね。さらっとグロいこと言わないで。鋼鉄インゴット、基本制御回路、鈴インゴットと基本化学タンクで。ジェットパックの完成、ガスを注入して空を飛べる、夢のツールです。というか今軽くレシピミスしてたと思うんだが。違います、それはアンチによる妨害行為です。妨害にしては地味。ついにこの世界でも空を飛べるんだね。と言っても、燃料がないのでまずはそこから作っていきます。金の粉、鉄の粉、オスミウムの粉、吹き込み合金で。電解コアの完成、中間素材です。
電解コアと吹き込み合金、レッドストーンと鉄インゴットで。電解分離機の完成。化学反応の電解分離を行える機械です。電解分離って確か電気で液体をシュワシュワするやつか。電解分離とか文字だけで嫌な記憶が。フランは化学苦手だったのか。椅子に縛られて電気拷問された記憶が。電車の方でしたか。バケツと鋼鉄インゴットで。基本メカニカルパイプの完成。液体を輸送できるパイプです。アップグレードも忘れずに。早速配管。こういう配管をいかにコンパクトにするかを考えるのも工業の醍醐味ですからね。水が搬入されてるね。この電気分解でできた水素がジェットパックの燃料になります。生成した水素と酸素は化学タンクにて保存。これでジェットパックの燃料が切れてもすぐ補充できますね。機体は化学タンクに保存するのか。ちょっと漏らして火近づけようぜ。爆発しますけど。しかし生成量は少しなので、燃料を貯めてる間に別の機械を作りましょうか。鋼鉄ケーシング、基本制御回路、チェスト、作業台、鋼鉄インゴットで。定式組み立て機の完成。エネルギーで動く便利な作業台です。組み立て機ってことは、もしかして自動クラフトとかもできるのかもな。図しかない組み立てマニュアルとか出てくるのかな。まさかのイケアシステム。早速設置。追加のアイテムスロットもあってなかなか便利そうですね。これでクラフトもより効率的にできるな。ってことでマリサ、これでダイヤをブロックにしてダイヤに戻しておいて。それ何もやってなくね。世の中にね、無駄な仕事なんてないんだよ。世界は誰かの仕事でできているって言ってたし、少なくともダイヤをブロックにして戻すのは無駄だと思うんですが。ちなみにこれで時給2万で。なんて？やっぱり神聖で大切な意味を持つダイヤモンドを扱う仕事だからね。それくらい誰かにとっては大切な仕事ってことだな。そうか、世界にはまだ知らないことがたくさんあるんだな。ちなみに1個でもミスをすると東京湾に沈むことになります。だからなんで？鋼鉄ケーシング、基本制御回路、溶岩バケツ、レッドストーンで。粉砕機の完成。様々なアイテムを粉砕できる機械です。文字通りだな。これでインスタでリア充アピールをしてる奴らのスマホを粉砕できる。別にいいだろ。別にインスタで幸せアピールしなくてよくないですか。日記とかに書き留めておけばいいだけじゃないですか。この思考自体がもう老害の感覚なんだろうな。今は発信してみんなで喜ぶのが普通だからね。許せない。スマホ粉砕して投稿できなくさせてやる。本当は投稿できるくらい友達いて羨ましいな。ただの戦法じゃねえか。鋼鉄ケーシング、レッドストーン、木のボール、基本制御回路で。栄養液化機の完成。栄養液化、どういうことでしょうね。新曲からなんかヤバい匂いがするんだが。ディストピア的なサムシングを感じます。試しに焼いた豚肉を入れてみますか。作動し始めたな。で、ちょ、回ってる。豚肉メリーゴーランドやってますって。富士急にもこんなのあったよね。ねえよ。見た感じ、ミキサーみたいに食料を液体に加工してくれるみたいです。ほら、下にピンク色の液体が。液状化した豚肉、想像すると美味しくなさそうだな。カートリッジに詰めて地下に持っていくぞ。そっちのカートリッジじゃない。そんなことを言ってたら水素の充填が完了してました。早速装着して外に出てみましょう。おー、飛んだー。ついに地上から解き放たれたね。いやー、工業の力で空を飛べるって素晴らしいですね。というか目の前の景色がすごいことになってるんだが。豊かな自然って素晴らしいですね。まあ、反対の景色ですけど。規模はだいたい 32×16 チャンク、合計512チャンクです。今回ひたすら機械を作ってる裏でこれだけの規模を掘ってました。上から見るとこんな感じ。あまりにも大きすぎてサイズ感がバグってるよね。近づいた時のスカイツリーと同じだな。わかりにくい例えやめて。こういう景色を見るために工業をやってますからね。さすがにこれだけ掘ればダイヤもザクザクでしょう。けどまだ Y 座標マイナス5くらいだし、露天掘りが終わるまでは時間がかかりそうだ。消しました。何やってるの？やだなぁ、わかってないですね。マリサは前回と似た構図を並べてインフレを印象付けるテクニックですよ。こういう動画でテクニックとか言っちゃいけないと思うんだけど。大丈夫だぞ、2部のテクニックは大抵テクニック以下だから。そっちの方がダメじゃねえか。サイズはさっきも言った通り 32×16 の合計512チャンク、海を含めて Y60 で平均取ると約1500万ブロック掘り抜いた計算です。1500万って、なんかもう桁がすごいことになってるな。手に入れたダイヤはこんな感じ。ダイヤブロックが5770個、ダイヤ換算で51930個です。やっと万の桁に突入したね。すみません、まだパート4なんですけど。錬金術を使えばもう少しだけ悪さできそうなので、それはまた次回にしましょうか。ここからまだ悪さできるのか。女性視聴者増やす以外のことは大抵できると思います。逆になぜそれができない。そしてそんなダイヤよりもすごいのがこちらの原石類のチェスト。原石は透過交換ができないので、このようにチェストの肥やしになってます。まああれだけの希望幸運で掘り抜けばこれくらい集まるよな。確かに鉱石類は工業で使いますが、この数はさすがに多すぎますね。なので、これの鉱石加工ラインも次回に作ることにしましょう。けどさっきのダイヤを見るとあんまり多くない気がするぞ。まあ一個ずつ見るとそうですよね。これほとんど原石チェストです。多くない？2部は掘り抜いた。だが、その代償は彼にさらなる苦難を課す。積もり積もる原石、親からの食の期待、増えていく体重。
そして彼は、逃げるように今日もダイヤを集める。次回、捉える未来、聞こえる幻聴。この次も、サービス。ちなみに同時上映では100日後に無職になる白犬が放映されます。すでに無職確定してて草。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。低気圧ってきついね、ニグでございます。すでに6月ですけど、まあちゃんと食事をとって寝ないとな。ツッコミ担当のマリサだぜ。失礼な、ちゃんと食事と睡眠はとってますよ。まあ1週間ざるそばだけ食べる生活してたら体は壊しましたけど。健康の意味知ってます？3食ちゃんと食べるって大事だからね。やほやほ、モナだよ。まあポテチさえ食べてれば全ての栄養素賄えるからな。そんなことないぞ。フランだぞ、よろしくな。今回もマインクラフトをやっていきましょう。前回、露天掘りによって手に入れた大量の鉱石。今回はその鉱石を加工する機械を作っていこうと思います。ガラスと吹き込み合金、オスミウムの粉で。スピードアップグレードの完成。機械にインストールすると加工スピードが上がるパーツです。次にガラスと吹き込み合金、金の粉で。エネルギーアップグレードの完成。機械にインストールすると加工時の消費エネルギーが下がるパーツです。これで機械を強化するのか。強化するということは性能が上がるということです。小泉工分やめて。巨大工場もいいけど、少数精鋭な工場もいい。どちらを選ぶかは永遠の課題ですからね。試しに精錬ファクトリーにインストール。インストールできましたね。そんな電子レンジみたいな音なるのか。まあ電気で精錬するってほぼ電子レンジみたいなものです。そんなアバウトな理由で。加工してみるとこんな感じ。明らかに加工速度が速くなってるな。デフォルトだとかまどと同じくらいだったのにね。しかしこのアップグレードパーツ、当然デメリットもありまして、速度アップグレードを積めば積むほど加工速度は速くなるのですが、その分消費するエネルギーも段違いの量になります。まだ発電施設が整ってないと、エネルギーがマッハで持っていかれるので注意ですね。今も蓄電してたからなんとか稼働できてる感じだもんな。ほんと笑っちゃいますよね。の点で、試しに最高速になるまでアップグレードしましょう。果たしてどうなることか。うわすんごい、かなり速いですよ。見た感じ1秒くらいで加工できてるな。いやー、この加工速度は素晴らしいですね。これにはムジャイさんもにっこりです。関係ない人出さないでください。ムジャイさんに認められるって相当だからね。これで売り切れ間違いなしだな。逆になんでお前らはムジャイさんを知ってるんだ。いやいや、何言ってるんですかマリサ。ムジャイさんは常に私たちといますよ。唐突なホラー展開。吹き込み合金と基本制御回路で発展制御回路の完成。基本制御回路の強化版です。これで上位版の機械も作れるようになるね。ついにこの世界の工業も次のステージに進みますね。吹き込み合金、発展制御回路、オスミウムインゴット、基本濃縮ファクトリーで。発展濃縮ファクトリーの完成。一度に5ライン加工できる機械です。単純計算で効率5倍だな。つまり25倍ってことですね。5倍ですけど。これなら溜まってる大量の原石も加工しきれそうです。早速原石テストラインに設置。これで加工はできますが、エネルギーの供給ができないのでまとめて引っ越したいところ。発電施設も一緒に作りたいよな。なんてったって125倍だからな。だから5倍って言ってんだろ。テストで。ストレージボックスの完成。1種類のアイテムを最大1000万まで貯蔵できるボックスです。聖地のブロック回収用に使ってたやつか。そうそう、それです。食べれたりするのかな。木材 100% ですけど。加工施設を作るには土地とエネルギーが必要。その発電施設を作るにも土地が必要。ってことで今後のことも考え施設用の土地を作ることにします。この地下拠点だと狭すぎるからね。加工施設を作るための発電施設を作るための土地を作るためのブロックを集めるためのストレージボックスだな。早口言葉かな。土地の床ブロックに使うのは滑らかな石のハーフブロック。 EMC が設定されてないのでブロックから手作業でクラフトしなきゃいけないのが大変ですね。と思ったそこのあなた、朗報です。なんとこちらの定式組み立て機を使えば面倒なクラフトを自動で行ってくれるんですよ。前回作ってた機械か。これで面倒なクラフトからも解放されるね。無罪海外の通販番組か。別に土地作る予定ないですし。あ、思ったよりもちゃんとした人だった。使い方はとっても簡単。紙と基本制御回路でクラフトレシピの完成。これを定式組み立て機に入れてボタンを押せば準備完了です。よしよし、これでオッケー。あとはオートモードをオンにすれば勝手にクラフトしてくれます。ちなみに一括クラフトもできるので大量生産したいときはこれで作るのが便利ですね。クラフトも工業の力で効率化するんだな。このまま編集も効率化しましょう。手抜きしようとすんな。ってことで早速土地を作っていきますか。やってきたのは前回掘った露天掘り跡地。ここならモブの脇も心配ないからね。手置きでコツコツ設置していきます。けどここの跡地かなり広かったよな。確か512チャンクくらいあったはずだが。あれか、今回使う分の土地だけ埋め立てするのか。全部埋めますよ。もう一回言って。もちろん全部埋めますよ。
もちろんの意味違くね。ってことでこの露天掘り跡を全部埋めていきます。ブロック換算で約13万ブロック。まあ気合でなんとかなるでしょう。13万は気合でなんとかなる数ではないとは思うが、寿命の前借りをすればなんとかなります。そんなんで借りるな。けどこれだけ設置してるならあれが開催できそうだよね。そうですね、せっかくだしやりますか。第29回、定期宣言。なんか聞いたことないの始まったんですが、というか28回もどこでやってたんだ。いやー、今年もこの季節がやってきましたね。手掘り真っただ中のシーズンだからな。手掘りにシーズンも季節もないと思うんですが、ルールは至って簡単。この広大な土地を埋め立てたブロック数が多い選手の優勝です。今まで数々のドラマが生まれてきたこの選手権、果たして今回はどんなドラマが生まれるでしょうか。新たなスターが生まれるかもしれないからな。てかこれ競わせて埋め立ての負担分担させたいだけじゃね。黙れこそ。参加選手は以下の3名。果たして優勝者は誰になるのでしょうか。すみません、私もう帰りたいんですけど。ちなみに棄権した場合には罰として人権を提出していただきます。罰則が重すぎる。ではマリサさん、意気込みをお願いします。意気込みも何も勝手に参加させないでもらえます。なるほど、それは期待ですね。何が聞こえてるんですか。続いてムジェイさん、意気込みをお願いします。なぜ私がここにいるかわかりません。ありがとうございます。もはや意気込みでもないけど。最後にモナさん、意気込みをお願いします。そうですね、今まで培ったものを全てぶつけていきたいですね。お前はなんで乗り気なんだ。各選手気合十分ですね。彼らがどんな物語を見せてくれるか楽しみだぞ。気合十分なの一人しかいませんでしたが。それでは手置き選手権、スタートです。13万ブロック超えの手置き、果たして優勝は誰の手に。わぁ、あぁ、手置きによるストレスでモナの語彙力が消えましたね。手置きによるストレスって何。さすがに手置きは無理だったので紅葉の力を借りることにします。ラピスラズリ、鉄インゴット、レッドストーン、ダイヤモンドで。ビルディングガジェットの完成。建築作業を効率化するガジェットです。これが手置きを効率化するアイテムか。使うにはエネルギーが必要なので、充電して使ってみましょう。使い方はとっても簡単。シフト右クリックで設置したいブロックを選択して右クリックするだけ。床設置の他にも、壁や階段とかの設置の設定が可能です。今回は床モードにして使ってみることに。床だけじゃなくて壁も作れるのか。これでいつでもどこでもモナさんを作る。ほら、一気にこれだけ設置できましたよ。1ブロックずつ置くのとは運命の差だな。こんなの知っちゃったら手置きには戻れないな。手置きくん、君は今日でリストラだ。リストラしないであげて。せっかくなのでモナさんに渡してみましょう。わぁ、あぁ、どうやらお気に召したようですね。あ、その顔自体は治らないんですね。ってことでひたすらビルディングガジェットで設置していきます。その間にコメント返信でもしましょうかね。モナは語彙力がまだ消えてるので、フラン読み上げよろしくです。たくもう、しょうがねえな。たまにあるクラフト界でしか得られない栄養がある。やはり紅葉といったら大量の中間素材ですからね。がっつり進めるとなると、どうしてもクラフト界にせざるを得ないという。けど退屈な絵になるから、次回以降はなるべく少なくしていくぜ。女性視聴者を増やすのはこの世で最も困難な挑戦の一つだからな。まあやってることの良さがほぼ男性にしかわからない世界ですからね。紅葉とダイヤとか、男の夢みたいなものですし、お前もまたコラボとかしたら新規勢として入ってくるかもな。まあこのままむさ苦しいのも好きっちゃ好きなんですけどね。ちなみに現在の男女比は 8.7 対 1.3 です。理系学部かな。サムネの時点で全てを理解できてくさ。サムネはシンプルでわかりやすいのがいいですからね。今回のサムネも例に漏れずわかりやすくしてます。露天掘り関連のネタどれだけするんだって話だけどな。味がしなくなるまでこすっていくので覚悟しといてください。なんのだよ。そんな感じで今回のコメント返信はここまで。いつもたくさんのコメント、ありがとう、ありがとう。これからもゆるく長く応援してくれると助かるぜ。ってことで完成したのがこちらになります。すげえ、平らになったぞ。いやー、あの岩盤まみれだった露天掘り跡がこうも綺麗になるとは。まさか1パート以内でこの規模の埋め立てが終わるとは思わなかったな。ビルディングガジェット様々ですね。ちなみに上から見るとこんな感じ。なんかもう大きすぎて規模感がわからないよな。わぁ、モナも達成感を味わってますね。文字しか言ってませんけど。土地もできたことですし、いよいよ原石加工ラインを作っていきますか。そもそも今回のパートの目的は原石加工ラインだったしな。このシリーズ初の加工ライン、気合い入れていきましょう。濃縮質、発展制御回路、オスミウムインゴット、吹き込み合金で。浄化室の完成。今回新たに作る機械はこれだけです。加工ラインなのに新しい機械は少ないんだな。実は今までに作った機械でやりくりできちゃうのでね。まあ私くらいの実況者になると前もって作っておくくらいは当然ですし、それくらい当たり前ですよし、好きなネタサーモンですよし。それはもうただの鉱物発表。ってことで早速加工ラインを作っていきますか。こういう加工ラインを一から作るの、ワクワクしますよね。どうやって配管するかに性格が現れるからな。今回作る加工ラインに必要なのは水とエネルギー。エネルギーは蓄電機で持ってくるとして、水は無限水源からポンプで汲むことにします。
次はポンプで汲んだ水を電解分離器で水素と酸素に分解。この酸素を使って原石を浄化します。酸素を吹きつけて汚れを落とすってことだな。マリサに吹きつけたら全部持ってかれそうですけどね。汚れ 100% じゃねえわ。そしてその隣に浄化室を設置しまして、その隣に粉砕機を設置します。今後大規模加工ラインにするかもしれないので、間には今後大規模加工ライン。そうあたりでパイプを置こうとしてない？最後に濃縮室を設置しまして、あとはエネルギーキューブでエネルギーを供給すれば完成。稼働してる音が聞こえるぞ。これで鉱石加工ラインの完成です。全体図はこんな感じ。なんか暗くて見にくいな。その文句は暗くしてる夜に言ってください。責任転嫁しないで。まずこの浄化室で原石をかけらに加工しまして、次に粉砕室で汚れた金属の粉に加工、最後に濃縮室で汚れた粉をきれいにして完成です。あとはこの金属の粉を精錬すればインゴットになるのか。原石1個から金属の粉が2個できるので鉱石が2倍になってますね。幸運も合わせたらもっと増えるな。モナも喜んでますね。その設定どこまで引きずる気？露天掘り跡に拠点を移し、本格的に工場建設を始めるミグ。数を増やし、研究を進め、開拓としては順調そのもの。しかし、この平穏に、暗雲が忍び寄っていたことを知る由はなかった。次回、人がそびえるもの。この次も、サービスサービス。わぁ。結局これなんだったの？はい、ということでどうも皆さんこんにちは。キャッチボールしたら5分で筋肉痛になったミグでございます。体弱くない？こうね、1、2球本気で投げたら二の腕がね。常日頃から運動しないからそういうことになるんだぞ。ツッコミ担当のマリサだぜ。画面の前のお前ら笑ってられるのも今のうちだからな。業者を脅すな。若いって素晴らしい。今が一番若い。ヤホヤホ、モナだよ。まあ外に出ない私には関係ないぞ。フランだぞ、よろしくな。ってことで今回もマインクラフトをやっていきましょう。最初のつかみが若さと運動ってどんな実況だよ。まずはクラフトから、ダークマターを固めてダークマターブロックを作りまして。ダークマターブロック、丸石、変換テーブルで。連成版の完成、持ち運びできる変換テーブルです。つまりどこででも EMC での変換ができるってことか。連成の度に拠点に帰らなくていいのはかなり便利ですね。まさかこれが世界崩壊のトリガーとなるとは。意味深なセリフ言わないで。ってことで、今回やることは拠点の外の拡充、連成版でどこでも連成できるようになったので、いい感じに開拓していこうと思います。ついに拠点の外に出るのか。あのミグがついに外に。お敵さん高ないとね。外出るだけで、今のままだと目標のダイヤ100億は夢のまた夢。効率よくダイヤを集めるためには、まず大規模な露天掘りが必要なんです。錬金術が一部制限されてる今だと、それが一番効率いいしな。ってことで早速稼働。範囲は 512×256、最大規模です。もはや範囲すら見えなくなってるね。工業のせいで規模がおかしくなってるだけなんだよな。描画距離を最大にするとこんな感じ。ここまで広げるとかろうじて範囲がわかりますね。今からこの規模を掘り抜いていくんだな。それで掘り抜いたのがこちらになります。カットしすぎじゃない？512チャンクの露天掘り、圧巻ですね。これだけ掘ると達成感あるよね。なんかもう驚くのも疲れてきたわ。ってことはまだ全カットしても大丈夫ってことだな。違うからね。今回の露天掘りで集まったダイヤの数はこんな感じ。だいたいラージチェスト11個分くらいですね。たった11ラージチェストなんだね。そろそろ感覚が麻痺してることに気づいてくれ。そして EMC で処理しきれない鉱石の原石はこんな感じ。チェストがすごい数あるぞ。もはや倉庫みたいだな。倉庫はこんなんじゃないです。謝ってください。誰にだよ。これだけ鉱石があると、インゴットに加工するのも大変ですね。幸い露天掘りの裏で鉱石加工ラインを作っていたので、次はそっちを紹介しましょう。時間は巻き戻って露天掘り採掘中。掘ってる時間を使い、露天掘り跡に鉱石大量加工ラインを作ることにします。あれ、加工ラインは前回作ってたような。あれはあれで加工できますが、量産するにはコストが高いんですよね。前回のが少数精鋭とすると、今回作るのは人海戦術って感じです。呪術回戦でいう番章とダットってことだね。もう少しわかりやすい例えにして。ってことで早速制作開始。やっぱり工業といったら機械を並べた自動加工ラインですからね。男の子は加工ラインを見るとテンションが上がる生き物だからね。ロボと必殺技見せておけばいい楽な生き物だぞ。そんなことないぞ。工業の加工ラインはいかにコンパクトに作るかが腕の見せ所なので、今回はできるだけコンパクトにかつシンプルに作っていきます。工業モッドはかなり長い間触ってきてるしな。こういうところでちゃんと作って正統派もできますってアピールしていかないと。何言ってるんですか。今さら正統派は遅いですよ。言ってて悲しくならないんか。加工ラインのエネルギー供給のため、新しい発電機を作っていきます。板ガラスとオスミウムインゴット、レッドストーンと吹き込み合金で。ソーラーパネルの完成、中間素材です。ソーラーパネルとオスミウムインゴット、吹き込み合金、鉄インゴット、エネルギータブレットで。太陽光発電機の完成、今回は太陽光の力で発電するのか。
これでも発電できますが、今回は中間素材として使います。太陽光発電機、吹き込み合金、鉄インゴットで。発電型太陽光発電機の完成、さっきの太陽光発電機よりも効率が良くなってます。これなら自然を壊さずに発電できるね。まあこのチャンネルは持続可能な世界を目指してますから。どの口が言ってんだ。ついにこの世界にも太陽光発電が到来ですよ。これで二酸化炭素とかを気にせず発電できるよ。これからは限りある自然を大事にしていかないとですね。その自然を物理的に破壊してる張本人なのよ。早速設置。なんかこうやって見ると人工衛星みたいですね。そっちの方が発電効率がいいとかあるのかもな。せっかくですし、この加工ラインのエネルギーは太陽光発電 100% で賄っていきます。ってことで完成したのがこちらになります。完成、原石倍加全自動加工ラインマーク1です。今後の拡張性と人海戦術を意識しつつ、コンパクトかつわかりやすくしてみました。左側は発電ラインだな。中央の T 字の部分から原石を搬入。加工されたインゴットは、右側の EMC コンデンサーでダイヤモンドに変換されます。加工ラインはこんな感じ。エネルギーと酸素を使って原石をインゴット2個に増やすラインです。使ってる機械自体は前回のと同じだな。できるだけコンパクトにしたかったので、階段状にしてみました。これだけコンパクトにまとまってると興奮してきますね。当たり前のように興奮しないでください。原石を持ってきて早速稼働してみることに。原石が運ばれていってるね。パイプの中はアイテムが通ってる絵、いつ見てもワクワクします。アイテムの輸送を見やすくしてみました。いつ見てもこの光景はいいよな。いやー、これを見るために工業やってますよ。もうこのシリーズに思い残すことはないです。まだ目標残ってますけど。これで露天掘りの原石を自動加工できるようになったぞ。こうやって少しずつ便利になっていくのが工業の醍醐味ですからね。この調子でどんどんダイヤを集めていきましょう。まずはダイヤを100万集めないとな。あとついでに加工ライン増やすのも忘れずに。ついでで増やさないでください。工業でのダイヤ集めは一段落したので、お次は錬金術ですね。現在のダイヤ所持数は約10万。工業では掘った資源をダイヤに変換しましたが、こちらは光をダイヤに変換していきましょう。黒曜石、ダイヤブロック、ガラスで。半物質炉マーク1の完成、生成した EMC を貯蔵したり伝達したりする装置です。パイプの EMC 版みたいなものか。まあそういう感じですね。半物質炉マーク1、黒曜石、ダークマターで。半物質炉マーク2の完成、出力する EMC の量が上昇してます。さらに半物質炉マーク2、黒曜石、ダークマターで。半物質炉マーク3の完成、半物質炉の最上位版です。1000万 EMC を貯められるってすごいね。私も2000くらいは貯めれますよ。それはただの脂肪では?今回はこれと EMC コレクターを使ってとあるものを作っていきます。まず中央に EMC コンデンサーを設置、そしてその隣に半物質炉を置き、その隣にコレクターを設置します。コレクターとコンデンサーの間に半物質炉を挟むのか。コレクターで生産した EMC がコンデンサーに集まる仕組みですね。ってことで完成しました。EMC ダイヤ生産機、通称花です。なんかグローストーンまみれだな。小学生が作った拠点みたいだね。どういう例えだ。EMC の生産量はこんな感じ。だいたい15秒でダイヤが1個できるくらいの出力ですね。15秒でダイヤ1個、まだまだ遅いね。そもそもノーコストでダイヤが手に入ること自体おかしいんだけどな。ちなみにこの花は完全な花ではなく、資源の関係上生まれてしまった花もどきです。錬金術界隈で言われる花の本来の形はこういうのだよね。これだとだいたい10秒で1ダイヤくらいの出力です。そもそも錬金術界隈って何なんだ。ああ、それですか。ただ私が一人で言ってるだけで。界隈じゃねえじゃん。これで錬金術におけるダイヤの問題は解決。お次は溜まりに溜まってる原石の加工ですね。あれ、鉱石問題は工業の加工ラインで解決したんじゃなかったのか。それはそうなんですけど、現状だと加工するよりも掘るスピードの方が早いんですよね。なのでこのままだとチェストは減るどころか溜まる一方でして、まさかのそっち方面だったのか。騙されたなお前ら。騙された実感ないんですが。ってことで、この問題を錬金術のアプローチから解決しようと思います。ダークマターブロックとかまどで。ダークマターかまどの完成。ダークマターの力を宿したかまどです。進捗も達成したな。ダークマターって宿せるんだね。透過交換できる時点で何も驚きませんね。確かにそうだけども。早速使ってみることに。燃料として使うのは以前作ったエターナリス燃料。まあ石炭の頂上位板みたいなものですね。ダークマターかまど、どんな性能をしている？あれ早くない？どうやらこのダークマターかまど、普通のかまどの20倍の速度で精錬できるとのこと。さらに 50% の確率で手に入るインゴットが倍になるみたいです。さすがはダークマター、とんでもない性能だな。せっかくなのでさらにグレードアップしてみることに、レッドマターで。レッドマターブロックの完成、中間素材です。そしてレッドマターブロックとダークマターかまどで。レッドマターかまどの完成、必要 EMC は1000万超え、ハイスペックかまどです。進捗もさらに熱くなってるな。ちなみにダイヤ換算で1228個分です。コストが重すぎる。
早速設置。で、置き場所ミスったので置き直しますか。あれ壊れなくね？どうやら壊せなさそうなので諦めて稼働させてみます。ダークマターかまどであれだけ早かったんだ。このかまどはどれだけ早あー壊れちゃったー。どうやらこのレッドマターかまどは普通のかまどの60倍の速度で精錬できるみたいです。さらにダークマターかまどと同じ確率でインゴットが倍化する機能も搭載。これがあれば今まで貯めてた鉱石もあっという間ですよ。なんというか、やっぱ錬金術ってチートなんだな。何を今さら。まあまだチートとしては序の口だけどね。お前ら慣れすぎじゃない？インゴットの数的には加工ラインの方が上ですが、こっちは速度が桁違い。資源に余裕がある間はこっちでも精錬をすることにしましょう。適当に配管して自動化。燃料はかなり持つので、これで勝手に原石を精錬してくれます。すぐに配管して自動化してくれるのはありがたいよな。楽するために苦労する。こういう小さい自動化もバカにならないものです。原石加工の問題は放置するだけで解決するので、その間に今後のための準備を進めていきましょう。つまりはダイヤをより効率よく集めるための準備ってことだな。現時点でのダイヤを集める手段は以下の3つ。真ん中のインゴット加工は放置でいいので、今回はそれ以外を増強していきます。まずは露天採掘機の量産。現状風力発電機でエネルギーは賄えるので、パソコンが悲鳴を上げるまで同時稼働を目指します。露天採掘は掘れば掘るほどダイヤが集まるからね。そもそもパソコンが悲鳴を上げるまで掘ること自体がおかしいのよ。ってことで最高効率露天採掘機を追加で3台、幸運なし露天採掘機を4台ほど用意しました。これで採掘効率は8倍ですよ8倍。これだけあればたくさんダイヤを集められるぞ。どれだけ掘るつもりなんだ。とりあえず最大マップ1枚分は。とりあえずで掘る量じゃねえよ。そしてここで新しいツールを、レッドストーンとフレキシブルなマーカーで。チャンクっぽいマーカーの完成。チャンクごとに採掘範囲を指定できるマーカーです。1ブロックごとに決めなくていいのはありがたいな。大規模採掘はチャンク指定で、細かい部分はフレキシブルの使い分けが良さそうです。試しに設置してみることに。GUI は以前よりもシンプルだね。定期試験もこれだけシンプルならな。試験の意味なくなりますけど。真ん中がチャンク数で、トップとボトムが上限加減の Y 座標みたいですね。これで大規模採掘もはかどりそうです。ああ、自然がどんどん消えていく。何言ってるんですか、地球規模で見たらこれくらい誤差です。そりゃそうだろ。お次は EMC によるダイヤ増産。さっき作った花を増やして、ダイヤの大量生産を行いたいと思います。増産の様子は倍速で。観察カメラかな？まあ増産といってもただ同じ花を増やすだけですし。あれ、確かさっきは EMC 不足で作れないって言ってた気がしたんだが。ああ、それですか。現在は緊急的に貯めてるダイヤモンドを一旦切り崩して花の増産に当ててるんですよ。けどダイヤのために今持ってるダイヤを切り崩したら意味ないんじゃないか？あれだろ、本末転倒ってやつだろ。転倒に並べないで。ちっ、わかってないですねフランは。わかってないも何も転倒に並べてましたが。これは遠回りのようで近道なんです。花は作るコストは激重ですが、一旦作ってしまえばコストゼロでダイヤを生み出してくれますからね。今後のための投資ってやつだね。そもそもダイヤの投資の時点でわからないんですが、今はダイヤの消費量的にマイナスですが、長期的に見ればプラスになるんです。なら増産するのは今しかないでしょ。なるほどな、そういうことだったんだな。あれ、このゲームってマインクラフトでしたよね。もしかしたらダイヤモンドクリッカーかも。お前が疑ってどうする。なんやかんやありましたが、とりあえず花を6基に増設しました。消費したダイヤは約1万、かなりの痛手ですが、まあなんとかなるでしょう。こうやって見ると相関だな。放置するだけで勝手にダイヤを生み出してくれるので、完全放置で大丈夫そうです。まずはここに使ったダイヤ1万の回収、頼みましたよ。これこそ楽するために苦労するだな。卵パックってこういう感じだよね。相関さ消し飛ぶからやめて。本格的なダイヤ集めに入り、インフレが加速していく世界。インフレの波はとどまるところを知らなかった。拡大する規模、増えていく数、そして進む技術。抑止するマリサを押しのけ、ついに彼は禁忌のアイテムを手にする。次回、時計、壊す体、そして増える宝石。この次も、サービス。次回の映像間に合わなかったけど、これはこれで意味がありそうでいいね。意味がありそうとか言うな。マイクラって楽しいですね。私が知ってるマイクラと違う。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。最近お茶漬けにハマったニグでございます。そんなことより今のこの現状を説明してほしいんだが、ツッコミ担当のマリサだぜ。なんでこうなってるかは5分後くらいに明かされます。今明らかにしてくれ。今回は超濃縮作業会。久々に詰め込みたい発作が起きたので思う存分やっていきます。やったやった、作業大好き。これがないと春って感じがしないよな。すでに夏ですけど。ってことで、超濃縮作業会、始めていきましょう。いろいろ突っ込みたいところはあるが、結局どんなことをするんだよ。まあ今回でダイヤを100万個集めるだけですしね。ってことで始めていきましょう。あれ聞き間違い？
ダイヤをまず集めるには露天掘りでダイヤ鉱石を掘るのが第一。なので前回に引き続き露天採掘機で掘り抜いていきます。前回のラストら辺で採掘機を量産したんだったな。ダイヤ100万となると4チャンクとかだと話になりませんからね。とりあえずマーカー上限の32チャンク四方を掘り抜くことにしましょう。計算すると1024チャンクだね。とりあえずでその規模掘ってる時点でもうついていけないのよ。範囲を設定して露天採掘機を設置しまして、エネルギー供給用に発電機を設置しまして、ちゃんと掘り抜いてますね。このまま掘り抜くまで放置しましょうか。現在のダイヤの保有数は9万。いくら露天採掘機があっても残り91万もどうやって集めるんだ。そうだそうだ、責任取って辞任しろ。会議員かな。確かにマリサの言う通り、このままだと到底集めきれません。なので今回は第一級近畿指定アイテムの力を借りることにします。なんかかなり長ったらしい名前だな。まあ簡単に言うと超チート級アイテムですね。トレートすぎない。ってことで早速クラフト、ダークマターブロック、レッドマターで、ダークマターパデスタル、通称レリック台座の完成。第一級近畿指定アイテムを 100% 使うために必要な台座です。次に金インゴットとレッドストーンで時計を作って、時計、ダークマター、グローストーン、黒曜石で、はい、レシピミス。自由系の完成。全モードの中でも屈指のチート級能力を持つ時計です。第一級近畿指定アイテムだね。むっちゃくちゃ強強時計だぞ。能力どこ行ったし。この時計の持つ能力は時間操作、昼夜逆転や逆再生はもちろんですが、進化は周囲のブロックを加速させる能力。さっき作ったレリック台座と共に使うと、なんとノーコストで加速が可能になるんです。ついに時間操作まで手に入れたのか。錬金術、ほんと何でもできますね。試しにかまどに使ってみることに。うおー、アイテムが速い。明らかに加速されてるな。これがあれば加工速度も何倍にも跳ね上がりますよ。安定するとこんな感じ。パイプを流れるスピードがとんでもないな。かまどももはや進捗ゲージが逆再生されてますね。高速道路のタイヤみたいだね。それと同じ原理なの。 EMC 変換速度はこんな感じ。あーもうとんでもなく速いですね。毎秒 25,000EMC、 毎秒3ダイヤくらいです。いちいちダイヤ基準に直してるのに闇を感じる。これなら83時間でダイヤ100万までいけるぞ。それはいけると言わないのよ。その間に新たなツールを、ダイヤモンドとダークマターで。ダークマターツルハシの完成。耐久力無限、いろいろできるツルハシです。それでは実際にレリック台座に設置してみましょう。使い方は簡単、右クリックで台座に乗っけるだけ。まあ台座に乗っけただけでそんな変わる。早すぎてアイテム消えましたが、すごいですね。レリック台座で起動するとさらに加速されるみたいです。せっかくなので2台同時稼働してみましょう。EMC コンデンサーを見てみるとこんな感じ。だいたい毎秒9万 EMC くらいか。ダイヤ換算で毎秒11ダイヤ、圧倒的な出力ですね。これでより効率よくダイヤを集められます。なんかもうどこを目指してるかわからなくなってきた。この加速を見たら露天掘りで試したくなるのがクラクターの差が。ってことで露天採掘機を置き直して加速させてみることに。1台だと味気ないので3台同時起動で速さを確かめます。まあいくら加速って言ってもせいぜいデボリと同じくらいだと思うけどな。でおっ、もすごい負荷ですねこれ。おっ、治りました。さてどれくらい加速、あれなんか爆速じゃね。なんか画面奥でとんでもない速度で動いてますね。左からどんどん削れていってるね。ちなみにこれ等速でお送りしております。わかりにくかったので少しカット。なんというか、あまりにも早すぎて笑いが止まりませんね。掘ってるというよりかは、削ってるの方が正しいなこれ。1024チャンク露天掘りでもこんなに早いんですね。うおー。ってことで露天掘りが終わりました。全然カットするの？しょうがないじゃないですか。ただ放置してただけなんですから。今回大事なのは露天掘りよりもダイヤだからね。何か大切なものを失い始めてる気がするぞ。ちなみにこのせいでパソコンが聞いたことない音を出すようになりました。失い始めてて草。ちなみにまだダイヤが足りないので追加で1024チャンク掘り抜いてます。追加で掘る規模とは思えない数なのよ。親の顔より見た1024だね。もっと親の1024見ろよ。親の1024ってなんだよ。この露天掘りと鉱石加工でどれくらいダイヤが集まるか楽しみですね。あとなんと古代都市を発見しました。実は私サバイバルで古代都市を見つけるの初めてなんですよ。かなり広い空間なんだな。確かここにプルフが湧くんだよね。そんな感覚で沸かすな。いやーすっごいですねこれ。しかにこんな広い都市あったら誰でも興奮しますって。掘り抜けたのはかなりレアな体験だな。まあここも結局掘り抜いて消し飛ばすんですけどね。元も子もないこと言うな。ってことで追加の1024チャンクを掘り抜きました。今回だけで計2048チャンク、最大マップの8分の1ですね。描画距離を限界まで上げても描画しきれてないね。なんかもう作業具合がとんでもないんですが。まあ今回超濃縮作業会ですし。それだから言い訳じゃないぞ。ミニマップから見るとこんな感じ。こうやって見るとかなり大きいのがわかりますね。さすがにこれだけ掘ればダイヤは集まるよな。やってることがほぼ脳筋のそれなのよ。
ってことで掘り抜き記念にパシャリ。動画冒頭のシーンはここを使ってたんですね。伏線回収ってやつだね。伏線回収とはちょっと違う気がするが。うるせえ、伏線回収って言ったら伏線回収なんだよ。掘り押しすぎない？集まった鉱石のチェストはこんな感じ。こうやって見るとかなり綺麗ですね。さらっと並んでるけどとんでもない数だな。ちょっと興奮してきたな。どこで興奮してんだよ。まあラージチェストが700個以上ある計算ですからね。この原石を今から全部精錬してダイヤに変換していきます。もうそれ聞いても驚かなくなってきたわ。ってことで早速作業開始。そういえばなんですけど、録画外でツルハシをレッドマター製にアップグレードしておきました。確かに赤いツルハシになってるな。トマトでも塗りたくったのかな。なら洗えよ。前回の視聴者のコメントであったのですが、レッドマターかまどの燃料に EMC を使えるらしいんです。なので今回はかまどの下に EMC コレクターを置いて燃料も自動化することに。視聴者、ほんと何でも知ってるな。3人よれば文殊の知恵ってやつだぞ。もう私の代わりに動画投稿してくれません。しようとしないで。てな感じで倍速でちゃちゃっと配管。すべてはダイヤのために、目標があるとやる気が出ますね。目標も何も1パートで集めようとするのお前だけだと思うぞ。まあ今回は超濃縮作業会だからね。それならしょうがないよな。しょうがなくないからね。まだパソコンの悲鳴は聞こえてこないので、悲鳴が聞こえるまで精錬ラインを増やしていきます。悲鳴が聞こえてからが本番だよね。お前はパソコンに何の恨みがあるんだ。精錬ラインができたので観察。こうやって大量のアイテムがパイプを流れているの、見ていて気持ちがいいです。すごい量が流れていってるな。パイプを大量のアイテムが流れる、見てるだけでワクワクしてきます。工業をやってるクラフター、これを見るためってのもあるよね。ほんとそうだと思います。私もこれだけでご飯3杯食べれますし。おかずにすんな。そんなことを言ってたら精錬が終わりました。集まってるダイヤモンドはこんな感じ。634,923個、約63万個です。まああれだけ掘ってたら50万くらいは集まるよね。さすがに2048チャンク掘り抜いたらな。感覚狂ってません。けどこれでもダイヤ100万までは残り37万個。ダイヤ100万までの道のりはかなり長いですね。精錬が終わったのでここのラインも片付け。そういえばだけど、当たり前みたいに足場に鉄ブロックを使ってるよね。あ、ほんとですね。編集してる時に初めて気づきました。無意識のうちに使うブロックが高級化していってるな。これがインフレの足音ってやつですか。違うと思いますけど、いずれはダイヤブロックもゴミのように使ってみたいですね。まだ本拠点も作ってませんし、ダイヤモンドタワーとか作ったりしてみたいです。発想が初めたての小学生なのよ。ってことで片付けが終わりました。集まったダイヤモンドは少し増えて65万、残り35万ですね。これならなんとかこのパート中200万までいけそうですね。なあこれ、もうここら辺で終わって次回に続きをやろうぜ。視聴者もうついてこれてないぞ。ブラウザバックしまくってるぞ。いい意地でもこのパートで集め切ります。そのこだわりは何なんだよ。露天掘りは確かに良かったですが、いかんせん重くなったのがダメでした。なので最後のダイヤ集めは軽さと速さに全振りした方法でやりましょう。やってきたのは露天掘りやとか。前回作った EMC 生成装置、通称花。今回はこれを最適な形に調整して爆速出力を出そうと思います。クライマックス BGM 来た。これで勝つる。というか背景何もないせいで合成感がすごいな。つまりこういうことですね。ゲームに出てこないでください。合成っぽいって言うから入ってみただけなのに、急にでかい顔が出てくるのは普通に怖いのよ。私どこが変わったかわからなかった。モンタマッチ穴なんか？そんなことはさておき、用意したのがこちら。花を2つ繋げて、ありったけの自由形で加速しまくっています。もはや花というか自由形が本体だな。全シリーズとはパソコンのスペックが桁違いですからね。これだけ自由形を置いても全く重くなりません。ダイヤの生成量はこんな感じ。大体2秒で1スタックくらいだね。これで花1基分の出力なので、実際は1秒で1スタックくらいの生成量です。なんかもうダイヤが丸石くらいの価値に感じるな。これだけ早いなら露天掘りしなくてこれだけすればいいんじゃないの？まあスピードだけで考えるとそうなりますが、この超加速花、致命的な欠点があるんですよ。なんだよ、これだけ大量に生成できるのに欠点なんてないと思うんだが。炎のエフェクトが綺麗ですね。そうですね。これ、いつまでこの光景なの？ダイヤ100万集まるまでですね。持たないってことで分かってもらえたと思うのですが、ずっと同じ絵なのが欠点なんですよね。なのでギリギリまでこの手は使わないようにしてました。実況倍がしないってやつだね。お前にもその精神はまだ残ってたんだな。まあ工業実況やってる時点で画面倍は捨ててるけどな。残ってねえじゃねえか。まああの絵が続くのもあれなのでバッサリカット。溜まったダイヤモンドをストレージボックスに移し替えていきます。そろそろダイヤが100万個集まりそうだな。いやー、ここまで長い道のりでしたね。カットの間にまさかフランが富士の病に侵されるとは。カットの間に非常事態起きてますが。ってことで
ダイヤ100万個、無事に達成しました。こうやって集めると達成感がありますね。まさか1パートで集め切るとは。いやー、本当に大変でした。動画の中の私の喜びようからも伝わってきます。ダイヤ100万個、何に使おうかな。とりあえずダイヤブロックで拠点作るのは確定として。小学生の使い方をしないでくれ。けど、実際ダイヤが100万個あったら何に使ったらいいんでしょうかね。よかったら使い道をコメントで教えてください。それじゃあ満足したことですし捨ててきましょうか。2周目始めようとすんな。ダイヤ100万を達成し、ついに縛りが解禁された2具。しかし、それは新たな縛りの始まりでしかなかった。突然の縛り追加、そして始まる核分裂研究、ダイヤ100億までの道のりに、新たな試練が牙を剥く。次回、3度目だるもの、不穏な足音。この次も、サービス。正直今回やりすぎと思ったけど後悔はしてないです。せめて後悔はしてくれ。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。前回あまりにも作業しすぎて友人にドン引かれた2具でございます。友達失いかけてて草。なんでですかね、私はただマイクラを楽しく遊んでるだけなのに。その楽しく遊ぶのレベルがおかしかっただけでは。だって2048チャンク露天掘りしただけですよ。理由が明白では。とにかく、今後はやりすぎないようにしないとな。ツッコミ担当のマリサだぜ。視聴者ももしかしたらドン引きしてたかもしれないしね。やほやほ、モナだよ。そもそも2具に友達いたの。はい、チクチク言葉。友達は大事にしような。フランだぞ、よろしくな。今回もマインクラフトをやっていきましょう。前回、紅葉と錬金術の力でダイヤを100万個ゲット。それにより縛っていた錬金術の縛りが解禁されました。ってことは今回からやっと錬金術の本気が見れるんだね。逆にダイヤ100万個も集めて本気じゃない方が怖い。と思ってましたが、前回動画で視聴者を引かせてしまったため縛りが継続になりました。あれ、まだ縛りが続くのか。視聴者を引かせる動画を作るのは言語道断だからね。正直そこはどうでもいいんですけど。よくないよ。そんなわけで解禁条件にメカニズムの核融合炉と核分裂炉の作成を追加します。このチャンネルではまだ作ったことない機械だな。マインクラフトで原子力発電、ワクワクしますね。初夏特有の夏の匂いくらいワクワクします。わかりにくい例えやめて。ってことで早速工業を進めていきます。まずダイヤモンドを濃縮して濃縮ダイヤモンドを作りまして。濃縮ダイヤモンドを媒介に夜勤吹き込み機で吹き込み合金を加工して。強化合金の完成、吹き込み合金の上位版です。赤色の次は青になるんだな。ってことは2具より私の方が上ってこと。だから2具後で小指と中指折らせて。いやに決まってんだろ。けど紅葉でも赤より青が上って証明してるしな。2具、諦めなって。そういう時に団結するの良くないと思うよ。強化合金と発展制御回路で。精鋭制御回路の完成、発展制御回路の強化版ですね。これで今までよりも性能のいい機械が作れるな。マリサも強化マリサにできたりします。私機械じゃないです。本来はここで強化された機械を紹介したいですが、今回は中間素材として使います。吹き込み合金、鋼鉄ケーシング、鋼鉄インゴット、発展制御回路で。はい、レシピミス。失礼、鋼鉄インゴットではなくバケツでした。オスミウム圧縮機の完成、オスミウムを注入できる機械です。夜勤吹き込み機とは違うんだな。これで中間素材の中間素材を作ります。あ、まだ中間素材なんですね。次に黒曜石を濃縮室で加工して。黒曜石の粉の完成、これも中間素材です。ダイヤモンドを媒介に黒曜石の粉を夜勤吹き込み機で加工して。生成黒曜石の粉の完成、ダイヤモンドと黒曜石を合わせ持つ粉です。そして生成黒曜石の粉をオスミウム圧縮機でオスミウムを注入して。生成黒曜石インゴットの完成、ダイヤよりも性能の高いインゴットです。ダイヤモンドより強いツールか。けど今のマイクラにはネザライトがあるからね。ネザライト？え、嘘でしょ？冗談ですよ冗談。さすがに私でもネザライトは知ってますよ。まあ前のシリーズで作ってたしな。けどこの生成黒曜石、確かネザライトよりも性能が高かった気がします。ネザライトみたいに火事台が必要になるのかな。火事台？ねえ、あなたマイクラ実況者ですよね。生成黒曜石の粉を濃縮室で加工して。濃縮黒曜石の完成、中間素材です。その濃縮黒曜石を強化合金に吹き込んで。原子合金の完成、強化合金の上位版、最上位の合金です。紫色でいかにも近未来っぽいな。ちょっと青紫だし、四捨五入したらギリ青色だね。色は四捨五入するなよ。これも変換テーブルに入れて錬成可能にしておきましょう。これでラスト、原子合金と精鋭制御回路で。
究極制御回路の完成、制御回路の最上位版です。これで最上位の機械が作れるようになったね。ここまで来るとかなり便利な機械とかも作れるので、これでやっと工業の本気が見れますね。てかそれならもっと早めに作った方が良かったのでは？黙れこぞ。生成黒曜石を手に入れたのでツール類を強化することに。まず生成黒曜石と木の棒で。生成黒曜石のツルハシの完成。耐久力は4096。とんでもないツルハシです。けどツルハシならすでにレッドマター製があるよな。あっちは耐久力無限だし、作っても使わない気がするが。そういうことを言うから世の中は平和にならないんで。そこまで背負ってないぞ。まあまあ、見ててくださいって。まず生成黒曜石の斧を作りまして。生成黒曜石のシャベルを作りまして。ツルハシ、斧、シャベルと木の棒で。生成黒曜石のパクセルの完成。いいにレシピミスやめてもらえます？ツルハシとシャベルと斧が合わさったマルチツールです。耐久力が8192もあるよ。これならどんなアイテムもいい感じに早く掘れますね。いちいち持ち帰る必要がないのはいいな。まあ結局クアーリーで全部掘り抜くから意味ないんですけどね。元も子もないこと言うな。追加で生成黒曜石防具も作成。ノックバック耐性がついているのがありがたいですね。せっかくなのでまだまだ強化。鈴の粉を夜勤吹き込み機で動員ゴットに吹き込んで。青銅インゴットの完成。英語だとブロンズ、加工に優れた合金です。あとは鋼鉄インゴットで鋼鉄ブロックを作りまして。鋼鉄ブロック、ダイヤの粉、青銅インゴット、ヘッドパックで。はい、レシピミス。装甲ジェットパックの完成。アーマーがついて防御力が上がったジェットパックです。今までついてなかったからな。これで突然の胸ナイフ刺しにも対応できますね。ピンポイントすぎない？フリーランナー、鋼鉄ブロック、ダイヤの粉、青銅インゴットで。そろそろレシピ覚えよう。装甲フリーランナーの完成。こちらもアーマーがついて防御力が上がってます。今回はレシピミスが多いね。普段よりも多めに入れております。いらないんですけど。どうしてもレシピが覚えられないんだよな。なんでですかね。ちゃんと作る前に確認してるのに。というか、確かレシピ確認モッドにアイテムの自動配置機能あったよな。それ使えばレシピミスとかなくなるだろ。なんで使わないんだ。なんかそれ使ったら実況者として負けな気がして。変なこだわり出すな。装備してみるとこんな感じ。いやー、かなり防御力が高くなりましたね。ちゃんと前面に装甲が追加されてるな。めかめかしくてかっこいいね。これならある程度危険なこともできそうです。まあ核を安全に使うとなると放射能の問題とかありそうだしな。いや2048チャンク一人で埋め立てとか。精神的な方だった。せっかく原子合金を作ったのでまだまだクラフト、ダイヤモンド、究極制御回路、ラピスラズリ、金インゴットで。テレポーテーションコアの完成。中間素材です。ついにテレポーテーションの時代か。監視砦に戻ってバッテリー増やさないとね。別ゲー始めんな。生成黒曜石インゴット、テレポーテーションコア、原子合金、究極制御回路で。量子もつれ転送機の完成。エネルギーやアイテムなどを転送できる機械です。ついに転送できるようになったんだね。これがあればより発展的な加工ラインが作れるようになります。次にテレポーテーションコア、基本制御回路、鋼鉄ケーシングで。テレポーターの完成。クラフターを瞬間移動できる機械です。ついにクラフターも瞬間移動か。瞬間移動くらいできないと YouTube では生き残れないからな。人間やめてるんですけど。グローストーンダストオスミウム圧縮機で加工して。生成グローストーンインゴットの完成。中間素材です。生成黒曜石インゴットと生成グローストーンインゴットで。テレポーターフレームの完成。これで必要な機械は全て揃ったので早速設置しましょう。作った機械から察するに、露天掘り跡へのテレポート装置か。惜しいですね。左腕くらいで許してあげましょう。代償がでかすぎる。まずはテレポートフレームとテレポーターをゲートっぽく設置。テレポーターはゲートの下に設置するのを忘れずに。そして用紙もつれ転送機を設置。これでこちら側はオッケーですね。次に露天掘り跡で最高高度近くまでブロックを設置しまして、いい感じのところで足場を広げます。そういえば、最高高度の上限も増えたんだよね。ほんとだ、Y 座標が300超えてるな。このまま行けば 1.29.29 では3000ブロックくらいに。続きすぎじゃない？まあそれだけ続くと嬉しいけどね。まだまだマイクラは遊び足りませんしね。お前の場合は掘り足りないの間違いだろ。今回作るのは巨大風力発電所。風力発電機は高度が高いほど発電量が増すので、ギリギリまで高くして大量発電をしようと思います。ってことで早速設置。あれ？設置しないのか。高度の関係で置けなかった。確認しとけよ。ってことで高度を下げて再設置。うまくいきましたね。けど、これだけ高かったらどうやって地上まで配管するんだ。普
ふっふ、甘いですねマリサ。私が何のために量子もつれ転送機を作ったと思うんです？まさか、旅行家に持ち帰るために。それくらい持って帰れよ。量子もつれ転送機でできることはエネルギーの転送。だからここで大量に発電してそのまま転送する計画です。なるほど、それならかなり効率よくエネルギーを使えるな。いちいち発電施設を作らなくていいしね。チョコは持ち帰っちゃダメなのか？チョコのこだわりなんなんだよ。量子もつれ転送機ではチャンネルでここの転送機を管理します。今回はわかりやすいようにスカイで登録、ちゃんとエネルギー搬入の設定も忘れずにしましょう。わざわざ飛んでいくのは面倒なのでこっちにもテレポーターを設置。発電機近づけなのでエネルギー切れは心配しないで良さそうです。いちいち飛ぶのは大変だしな。けどその苦労が癖になったりして。さすがに癖強すぎない？楽するために苦労する。大量の素材とクラフトで少しずつ便利を作っていくんです。拠点の量子もつれ転送機とチャンネルを同期。これでエネルギーをこっちに転送できます。ボタン一つで持ってこれるの本当に便利だな。これに慣れると以前の長距離配管には戻れませんね。テレポーターも同じようにチャンネルを設定。こちらもわかりやすいようスカイで登録しておきます。テレポーターが反応してないよ。あれ、おかしいですね。毎日褒めて育てなかったからかな。モスター効果かな。どうやらゲートの形になってないとのことなので原因を探しましょうか。おお、開通しましたよ。どうやら下もちゃんとゲートの形にしないといけないみたいですね。無事にテレポート成功です。急にむちゃくちゃ便利になったな。まあその分とんでもない量のエネルギーを必要とするんですけどね。ここの風力発電機でなんとか補ってる状況です。往復のテレポートも設定完了。いざ作ると達成感がありますね。ゲートの途中で止まって人体切断ごっこしようよ。先端技術で遊ぶな。ダイヤの粉、ガラス、吹き込み合金でアンカーアップグレードの完成。読み込んだ機械のチャンクを常時読み込めるパーツです。これで遠くにいても量子もつれ転送機が稼働しますね。インストールが完了しました。これで拠点にいても風力発電機が稼働し続けます。コスト不要風力発電チャンクの完成だぞ。これでやっと核の研究に取り掛かれます。ってことで風力発電機チャンクができたところで今回はここまで。こんなにギチギチに詰まってるといい意味で気持ち悪いですね。この風景が良かったって人はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくね。覚えないと思うんですが。というかこれ一個の巨大風力発電機とかにできたりはしないのか。さすがにこれだけあるとワールドも重くなるだろ。それができたら確かに便利ですね。64倍圧縮風力発電機作れる視聴者いません？業者に丸投げすんな。近未来技術を手に入れ、ついに核の研究を開始するニグ。しかし立ちはだかるのは2048チャンクの埋め立て。襲いかかる恐怖、摩耗する精神、果ての見えない作業が今始まる。次回待ち受ける土地、理解超える作業。この次もサービス、サービス。今回一個もダイヤ集めてないけどこれはこれで面白いのでオッケーです。ダイヤの環境が激しすぎる。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。パソコンから謎の悲鳴が上がるようになったニグでございます。初手からどういうこと？まあこのワールドでむちゃくちゃやってるので当たり前っちゃ当たり前ですけどね。ただの自業自得じゃん。みんなは外に出てちゃんと遊ぼうな。ツッコミ担当のマリサだぜ。ちなみにずっとマイクラやってたせいで先月の電気代がとんでもないことになりました。節外出てんじゃねえか。まあマイクラはリアル電気を使ってからが本番だよね。そこまでしなくても楽しめると思いますけど。これが通の楽しみ方だよな。そう教えないでください。ってことで今回もマインクラフトをやっていきましょう。前回量子もつれ転送機によって拠点にテレポーターと電力輸送がもたらされました。今回はそれを使って原子力発電機を作っていこうと思います。ついに原子力発電か。このチャンネルで作るのは初めてだね。リアルでは作ったことあるのにな。逆になんであるんだよ。まずは既存の機械の強化から。エネルギータブレット、金インゴット、発電エネルギーキューブ、強化合金で精鋭エネルギーキューブの完成。2500万までエネルギーを貯蔵できる蓄電機です。さらにこれをダイヤモンドとエネルギータブレット、原子合金で究極エネルギーキューブの完成。エネルギーを1億も貯蔵できる蓄電機です。1億も貯蔵できるのはすごいな。えへへ、それほどでも。褒めてねえよ。えへへ、それほどでも。お前関係ねえだろ。えへへ、かわいいね。ボケのようにマリサの思考が停止したところでクラフト、鋼鉄インゴット、ガラス、チェストと基本制御回路でパーソナルチェストの完成。登録した個人以外開けなくなるチェストです。主にマルチで使う用のチェストだな。今回は中間素材として使います。次に鋼鉄インゴットとバケツでダイナミックタンクの完成。中間素材です。ダイナミックタンク、パーソナルチェスト、基本化学タンク、基本制御回路、吹き込み合金で化学酸化機の完成。いろいろなアイテムを酸化できる機械です。仲間に加えてどうすんだ。質
失礼、酸素を加える方の酸化ですね。たまには酸化させたい時もあるよね。本気で言ってるか打ち間違いかわからなくなってきた。生成黒曜石インゴット、鋼鉄ケーシング、究極制御回路特本化学タンクで。はい、レシピミス。化学溶解室の完成、硫酸を使って鉱石とかを溶かすことができる機械です。硫酸って、確かむちゃくちゃ危ない酸だったよな。まあ私くらいの工業クラッターになれば硫酸も扱えますからね。鉛インゴット、鋼鉄ケーシング、究極制御回路、基本化学タンクで。レシピミスしすぎじゃね？ポン。同位体遠心分離機の完成、核分裂燃料を作るのに必要な機械です。これで原子力発電に必要な機械は揃ったぞ。ははこれでチョコチップクッキーが手に入る。手に入るのしょっぽ。と言いたいところですが、原子力発電で必要な土地がないんですよね。原子力発電、失敗すると放射能汚染が発生するので拠点近くでは作れないんですよ。今回初めて作るからマジで怖いよな。そのため、念には念を入れて少し遠めの土地に原子力発電施設を作ることにします。けど前もって勉強すればある程度は抑えられるだろう。同じこと言えます？すでにレシピミス2回してる私に。何堂々としてんだ。羊毛と錬金チェスト、恐竜結合庫で。錬金バッグの完成、持ち運びできるエンダーチェストです。持ち運びできるエンダーチェスト、かなり便利だな。しかも羊毛の色ごとに管理できるので、かなりの容量があります。これだけ単体のモードとして誰か作ってくれませんかね。はいはい、たりき本願。時間がないっていうのは言い訳だぞ。聞く言葉やめて。いろいろと機械を作ったことですし、次は原子力発電ラインを作っていきます。まずは施設を作るための土地からですね。放射能が漏れても害がない場所に作らないとな。地中深くに封じ込めて誰も入れないようにしないとね。タイムカプセルかな？ってことで早速埋め立てていきます。ビルディングガジェットがあればかなり効率よくできますね。初めての原子力発電、どれくらいの土地が必要なんだろうな。とりあえず4チャンクくらいあれば大丈夫そうだぞ。けど念のため余裕は持っておいた方がいいですね。確かに、後で足場が足りないってなったら大変だしな。なので念のため3072チャンク埋め立てました。念のためでやる規模じゃない。土地ができたことですし、早速建設していきますか。視聴者が離れるとこそういうとこだと思うぞ。早速建設開始。まずは原子力発電の燃料となる核分裂燃料を作るラインを作ります。核分裂燃料も自分で作るんだな。今回作るラインは初めて作るので試行錯誤しながら作っていきます。てかそもそも核分裂燃料ってどうやって作るんだ。オックラン、いい質問ですね。グリフィンドールにプラス2000万点か。甘すぎない？核分裂燃料に必要なのはウランインゴットと硫黄の粉、そして水。この3種類のアイテムをたくさんコネコネすると核分裂燃料ができます。素材自体は少ないんだね。その分、加工する工程がかなり面倒なんですけどね。面倒って、どれくらいあるんだよ。核分裂燃料を作るまでだけで約10工程あります。帰っていい？心折れないで。いやだって、燃料を作るだけで10個工程があるんだぞ。そこからさらに発電って、どれだけ長い道のりなんだ。チャーハンなら2回作れてるね。何と比べてんだよ。まあこういう配管や加工ラインを考えるのも工業の面白い点ですからね。いつかはこういう加工ラインを作るだけのゲームを実況したいところです。ニーズがあまりにもニッチすぎませんか。そんなこんなで核分裂燃料生産ラインが完成しました。素材は錬金術で無限化できるので、素材生産ラインも含めて作っています。グローストーンの部分が素材生産ラインだね。加工ラインの説明を。まずはウラニウムインゴットを濃縮室で加工して、イエローケーキ状のウランの完成。中間素材です。そのイエローケーキ状のウランを化学酸化機で加工して二酸化ウランを作ります。次に硫黄の粉を化学酸化機で加工して二酸化硫黄の完成。化学式は SO2、 無色で刺激臭のある液体です。その二酸化硫黄と酸素を化学混成機で加工して三酸化硫黄を作りまして、三酸化硫黄と水蒸気で硫酸を作ります。化学でいう接触法、硫黄から硫酸を得る工業的製法ですね。そういう細かいところもちゃんとしてるのが工業モッドのいいところだよな。つまりマイクラは受験勉強だった。何言ってるんですか？お母様方、ゲームと教育の一石二鳥ができるのがこのチャンネルです。家族の時間にぜひこの動画を。ここぞとばかりに売り込まないでください。そしてその硫酸とホタル石を化学溶解室で加工して、フッ化水素酸を作りまして、二酸化ウランとフッ化水素酸を化学混成器で加工して6フッ化ウランを作りまして、最後に同位体遠心分離機で加工して、核分裂燃料の完成。原子力発電のキー、核分裂に必要な燃料です。ここまで長かったね。けどこれでやっと原子力発電ができるな。さっさと発電機作って稼働させようぜ。いいえ、ここからまだあと20回くらいクラフトします。鉛インゴットと鋼鉄ケーシングで。核分裂炉筐体の完成。核分裂炉に使う素材です。基本化学タンク、鋼鉄インゴット、鉛インゴットで。核
分裂炉燃料の部品の完成。核分裂炉に使う素材でイカヤクイカヤクされてませんが、核分裂炉筐体と精鋭制御回路で、核分裂炉ボートの完成。核分裂炉に使う素材イカヤクで、何も訳されてなくね。核分裂炉筐体とレッドストーンで、はい、レシピミス。核分裂炉ロンリアダプターの完成。核分裂炉イカ略です。濃縮鉄、鉛インゴット、ガラスで、反応炉窓の完成。核分裂炉に使っても割れないガラスです。鉛インゴット、鋼鉄インゴット、精鋭制御回路で、制御棒の部品の完成。これで核分裂炉に必要な素材は全部揃いました。核分裂炉だけあってかなり素材が必要なんだな。ふふ、やつの素材量はマルチブロック界の中でも最弱。天皇じゃないです。アイテムも集まったことですし、早速建設。核分裂炉は大きくすればするほど性能が上がりますが、その分維持コストも上がります。今回は初めてなので控えめに7ブロック四方で。けど核分裂炉で発電って、あんまりピンとこないな。あれあれ、マリサもしかして原子力発電をご存知でない？幼稚園からやり直さないとね。幼稚園では学ばんだろ。核分裂炉は厳密に言うと、核分裂燃料を投入して温度を上げることで水蒸気を生み出す機械です。そこで出た水蒸気を別の機械で使うことで発電するって仕組みです。ウランだけで電力を生み出すわけじゃないんだね。ポン。てことで核分裂炉の完成。ウランを使って蒸気を生み出す、現代科学の結晶ですね。GUI もしっかりしてるな。扱いをミスると一瞬で滅ぶので気をつけないとですね。炉心融解 RTA 待ってます。何しようとしてんだ。このままだと稼働してもメルトダウン一直線なので、安全に動かせるようにしていきます。鋼鉄インゴットとガラスで、構造用ガラスの完成。マルチブロック装置を作るための素材です。基本制御回路とダイナミックタンクで、ダイナミックバルブの完成。ダイナミックタンクを使ってるってことは、これから作るのはタンクか。そうですそうです、よくわかりましたね。いろいろ作ってばっかでそろそろ飽きてきたんだけど。一番言っちゃいけないからね。早速建設開始。といっても箱状に作ればいいだけなので、ささっと作っちゃいましょう。よしよし、これで完成です。あとは液体輸送用にメカニカルパイプを究極型まで強化しまして、冷却用の水をポンプから搬入。鉛インゴットと鋼鉄インゴットで、放射性廃棄物バレルの完成。核廃棄物を貯蔵し、放射能漏れを防ぐバレルです。これで使い切った核分裂燃料を貯蔵するんだな。その中にキュウリ入れたらどうなるんだろうね。ぬか漬けじゃないです。核廃棄物も今後使うので、今のうちから貯蔵しておかないと。ポン。よしよし、これで OK です。あとは核分裂燃料を核分裂炉に搬入して準備ができたので起動。なんか音がすごいな。温度が上がっているので、核分裂炉がちゃんと稼働できていますね。ついに私も核分裂炉デビューですよ。これでモテモテ間違いなしだな。なわけねえだろ。さらにクラフトしていきます。鋼鉄インゴットとオスミウムインゴットで、タービンケースの完成。こちらもマルチブロックのための素材です。タービンケースと発電制御回路で、タービンバルブの完成。これも同じく中間素材です。まだまだいきます。吹き込み合金と鋼鉄インゴットで、タービンの羽の完成。中間素材です。吹き込み合金と鋼鉄インゴットで、タービンローターの完成。中間素材です。羽とローターのタービンってことは、これが発電機になるってことだね。今回はクラフト祭りだな。まあここを乗り越えないと錬金術の縛りを解禁できませんからね。というか一度にやるんじゃなくて次のパートに回せばよかったんじゃ。黙れ小僧。発電制御回路、吹き込み合金、鋼鉄インゴットで、回転機構の完成。羽とローターの回転エネルギーを発電機につなげるパーツです。鉄格子と鋼鉄インゴット、吹き込み合金で、圧力分散機の完成。回転機構にかかる負担を軽減してくれます。エネルギーキャパシタ、金インゴット、鋼鉄インゴットで、電磁コイルの完成。回転のエネルギーを電気エネルギーに変えるパーツです。このコイルがエネルギーを生み出すのか。回転する磁石がコイルを横切ると電流が発生する。高校科学で学ぶ電磁誘導の原理ですね。このチャンネルは受験生を応援しています。もうこのまま講義チャンネルにしようぜ。ゲーム実況をしてくれ。鉄格子とタービンケースで、蒸気排出口の完成。吹き付けた蒸気を排出するパーツです。これで全てのパーツが揃ったね。光量もエンドコンテンツに近くなるとパーツが多くなってきますね。あとは各種パーツを設置しまして、
ってことで蒸気タービンの完成。蒸気を使ってエネルギーを生み出す、巨大発電機です。けどタービンは動作してないな。まあ満足な量の蒸気がないと発電しませんからね。今回は作動させず、蒸気を貯めてから作動させてみましょう。蒸気を貯めるって、このタービンはどれだけの蒸気を使うんだよ。毎秒バケツ 31,360 杯分です。17秒で25メートルプールが満杯になるようです。でかすぎない？核分裂炉が稼働し、新たなフェーズに入った工業と錬金術使いのマインクラフトシーズン2。大量のエネルギーを手に入れたニグは、近代科学の英知を余すことなく享受する。次回、最果ての地で、悔いなきエールを。この次も、サービス。前回の予告で大変な作業をやるみたいなこと言いましたが結局全カットしました。そういうとこだぞ。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。早く夏休みが来てほしいニグでございます。まあ夏は夏で汗だらだらになって嫌だけどな。ツッコミ担当のマリサでちょっと待って、私働きすぎじゃない？まあマリサはこのチャンネルの縁の下の力持ちですからね。だとしても働きすぎだと思うんですが。確かにマリサ結構仕事してるからね。マリサの仕事は関係各所への挨拶。あれ、そんなことしてないんだが。意外の全部やってるしな。私の負担だけえぐくない？ってことでマリサの仕事量が判明したところで今回もマインクラフトをやっていきましょう。やったやった。今夜は唐揚げだな。業務の公平な配分を強く求めます。前回は新たな発電方法、ウランを使った原子力発電を作りました。まずはその施設の調整からですね。今やってる黒曜石設置もその一環か。核廃棄物処理バレルを念のため増やしておこうと思いましてね。いつもはカットする部分を少しだけお見せしてます。毎度毎度カットするのも面白くないからね。本当は次回予告で見せてしまったのでしぶしぶ流してます。理由がメタすぎない？とりあえずこれだけ設置しておけばなんとかなるでしょう。だいぶ設置したんだな。初めての原子力発電ですし、できるだけ慎重に行かないとですね。お次はテレポーターの設置。拠点とつなぐことで移動を簡単にしておきます。拠点側も設定しまして。よしよし、これで開通しました。わかりやすく色も変えておきましょう。こうしないとゲートの色同じ警察がやってくるからね。今なんか開通したことですし、試しに早速テレポートしてみましょう。これでわざわざ飛んでいく必要もなくなる。まさかゲートの色同じ警察が。違いますよ。いろいろ整備もしたことですし、原子力発電を稼働してみましょう。現在溜まってる蒸気はこんな感じ。かなり溜まってるな。これを使って発電するんだよね。そうそう、その通りですもんな。グリフィンドールにプラス3億定域のレベルを超えている。現在貯蔵されている蒸気の量は約4億5千万。この蒸気でどれだけ発電できるか試してみましょう。早速搬入開始。はてさてどうなることやら。プロペラが回り始めてるね。おお、発電が始まりましたよ。これだけ大きければたくさん発電できそうだな。中に入ったらどうなるんだろうな。なんで細切れになりますが、現在の発電量はこんな感じ。毎秒1000万 FE 以下、すごい発電量だな。今までの発電機の中でもズバ抜けてるね。リンネガンを持ったサスケくらいですか。わかりにくい例えやめて。いやー、前回あれだけ試行錯誤した回がありました。原子力発電、しっかり管理すればすごい発電量になるんだな。これでエネルギーは当分安泰。お次はこれを使ってさらなる工業の研究を進めましょう。サトウキビを粉砕機で加工してバイオ燃料の完成。燃料ですが、今回は中間素材として使います。次にバイオ燃料と水素と水を化学反応室で加工して気質の完成。これも大事ですが、今回メインなのはこのエチレン。有機化学で出てくる物質だな。親の顔より見たエチレンだね。もっと親の顔見ろよ。どちらも中間素材として使います。気質とエチレンと酸素を化学反応室で加工して、はいはい、缶ミス。エチレンをガスから液体にするのを忘れてました。回転式流体凝縮機で液体エチレンに加工。そして液体エチレンと酸素と気質で HDPE ペレットの完成。正式名称高密度ポリエチレン。スーパーのレジ袋とかに使われてる材質ですね。急に現代っぽくなったな。じゃあそれを実況してた私も古いってこと？ステリック構文やめて。じゃあ分かった、2014年のスタンスのまま実況すればいいんだ。バトルタワーとかプルーンとかやってた方がいいってことね。そしてそのまま時代に取り残されればいいってことね。忠実に模倣しないでもらえますか。もしかしてマリサもステリック構文を。ただのツッコミだわ。 HDPE ペレットを固めてHDPE シートの完成。加工しやすいようにシート状にしたポリエチレンです。鋼鉄ケーシング、青銅インゴット、強化合金、製鋭制御回路、HDPE シートで太陽中性子反応機の完成。太陽光を使って核廃棄物を加工できる機械です。進捗も達成したな。ニュートリノ、確か素粒子の一つだった気が。ついに素粒子まで扱えるようになるんだね。もうこのままブラックホールでも作りますか。コンビニの感覚で滅ぼさないでもろて。
あとはいい感じに配管をしまして、核分裂炉の稼働を再開。これで核分裂炉で消費した核廃棄物が運ばれるはずです。失敗したら放射能汚染で即アウトだな。今のところは大丈夫そうですが、うんうん、ちゃんと加工できてますね。完成したのはポロニウム。既存の物質の中で最も毒性の強い物質の一つです。そんな危ないのは使うんだな。これを素手で配管するクラフター、もはや超人では。何言ってるんですか、錬金術使ってる時点で人間じゃないですよ。やめて、少しは反論して。ホタル石を粉砕機で加工して、ホタル石の粉の完成。中間素材です。あとはこれとポロニウムと水を加圧反応室で加工して。加工が進まないな。どうやら加工に必要なポロニウムの量が足りないみたいです。こればっかりは仕方がないので、放棄しながらちまちま集めましょうか。核分裂炉を作り直すのは大変ですからね。あれ、全カットで集めましたとかはしないんだね。もうその思考になってる時点で麻痺してることに気づいてくれ。たまにはこうやってゆっくり集めるのも悪くないですよ。楽するために苦労する。今急いで増やしてもメルトダウンからの放射能漏れを起こしたらおじゃんですからね。なるほど、こういう時こそ慎重にってことか。本当は核分裂炉増やすのめんどくさかった。思ったよりしょぼい理由だった。ただぼーっと放置するのもあれなので、ピコリでもすることにします。そのために必要なツールを作ることに。ダイヤモンドとダークマターで。ダークマターアークスの完成。中間素材です。ダークマターアークスとレッドマターダークマターで。レッドマターアークスの完成。これなら耐久力無限なので、たくさんピコリができます。ダイヤの斧だとすぐ折れちゃうからね。普通はダイヤの斧折るくらい凝らないんだよな。ってことで木こり開始。最近は土地ごと機械で掘ってましたが、たまには斧の木こりも悪くないですね。やっぱり木こりは斧に限るよね。そこに充実感感じてるのお前だけだと思うよ。せっかくだし、この間に久しぶりのコメント返信でも行きましょうか。モナさん、読み上げよろしくお願いします。はいはい、任せておいて。とりあえず3072チャンク埋め立てて全カットするあたり狂気感じられて、見てて飽きなくて最高だわ。ニグさん、まああれは原子力発電を作るために埋め立てただけですけどね。4桁埋め立て全カットが問題なのよ。他の実況者も同じことしてるし大丈夫。やってないよ。さすがに全カットはやってないよ。まあ今後も他とは違う実況を作れたらいいですね。コメントありがとう、ありがとう。初見に優しいランキングぶっちぎりワースト1位の神チャンネル。まさかこんな名誉なランキングで1位になれるだなんて。私たち続けてきた甲斐があったよな。多分不名誉なことだと思いますけど、ランキング1位はありがたいですが、そればっかりに甘えているといけないですからね。新規視聴者も楽しめてこそ真に素晴らしい実況。今後はそれを意識して作っていきたいですね。じゃあまず全カットをやめないとな。いや死んでも嫌で。遠足でも純すんな。ニグさんの動画を見始めてから聖地の楽しさに気づきました。ようこそこちら側の世界へ。私たちはあなたを歓迎します。まあ何事もやりすぎなければ楽しいよな。とりあえず地平線まで平らにするね。今の話聞いてた？聖地というのは究極の行為ですからね。他者と競い蹴落とすのではなく、ひたすら自己と向き合う行為なのです。最近は FPS とか e スポーツとかで勝ち負けがはっきりすることが多いからね。向こうの世界も素晴らしいですが、それにより劣等感が生まれるのも事実。ゲームは本来楽しんでプレイするもの。何かに追われながら向き合うのは苦しいものです。なんか謎の演説始まったんだけど。まあたまに演説したい時あるよね。一回話くらい聞いてみようぜ。こいつらの受け入れ能力の高さなんなんだ。しかし、作業は誰かと比べる必要はありません。作業で重要視するのは達成感。どれだけ掘ったかではなく、どれだけ達成感を得たかが大切なのです。確かにそれは一理あるな。おお、マリサ同士もついに私たちの考えを理解してくださいましたか。そんなあなたに紹介したいのがこのツボなんですけど。一気に怪しくなるな。ってことで今回のコメント返信はここまで。皆さん、たくさんのコメントありがとう、ありがとう。半分以上作業の話だったけどな。視聴者にはそう思われてるってことなんだろうね。一体なぜそう思われてるんですかね。まさかの自覚なし。違うんですよ、私はワーキャー言われたいんですよ。ほう、お前も応援されたいのか。まあそのためにはさらに応援されるようなことをしなきゃいけないんですけどね。いやー、なんで今のままだと応援されにくいのでしょうか。作業ばっかしてるからでは。黙れこぞ。ってことで放置から帰ってきました。加圧反応室がどうなってるか見てみましょう。うんうん、いい感じに集まってますね。ポロニウムペレットか。ポロニウムを固めて扱いやすくしたアイテムです。次の装置を作るために必要な素材です。進捗も達成したな。原子力発電だとプルトニウムの方が有名ですからね。まあニグの方が有名だけどね。どこと比べてんだ。けどこれだとまだ数が足りないので、もう少し効率よく集めることにします。まずは素材となる核分裂燃料を生産する同位体遠心分離機を増設。1台から3台に増やして効率3倍です。それに合わせて各種加工機械もアップグレード。生産ラインが増えてもそこで使う素材がないと意味がないからな。こういう細かいバランス調整好きなんですよね。
次に蒸気タービンに飽和凝縮器を設置。これを一層かませると使い終わった蒸気を水に還元できます。これで核分裂炉の冷却水を確保するんだね。なあ、今何やってるかわからなくなってるんだが。確かに、ちょっとわかりにくかったですね。ポロニウムペレットを作るためのポロニウムを作るための核廃棄物を作るための核分裂炉の出力を上げるために必要な冷却水の確保と核分裂燃料の生産体制を増やしています。もう一回言ってもらえます？ポロニウムペレットを作るためのポロニウムを作るための核廃棄物を作る。忘れずに配管も行いまして。よしよし、これでオッケーですね。早速稼働開始。タービンもちゃんと回ってますね。稼働も安定してるので核分裂炉の効率上限を上げてみることに。とりあえず燃料の消費速度を2倍にしてみます。安定してるな。今までだと真っ赤で水がなくなってましたからね。タービンからの水還元ライン、もしかしてすごいでかいのでは。効率が上がれば核廃棄物の生成量も増えるからね。つまり永久期間ってことだな。違いますけど、もしかしたらさらに上を目指せそうなのでやってみることに。とりあえず2から5まで上げてみますか。まだまだ大丈夫そうだぞ。おお、これはかなり大きいですよ。最初に比べて効率5倍ですからね。けどこれ、急に効率上げて寝るとダウンが怖いな。大丈夫です大丈夫です、まだ3000チャンク残ってるんで。そういう問題じゃないぞ。発電量もかなり増えてきたので仮の蓄電施設を作ることに。とりあえずエネルギーキューブを大量に設置しておきます。とりあえず15台設置。横一列に並んでるな。まあ縦に積むよりかはマシですから。なぜその2択だし。せっかくなので稼働効率を2桁の大台に乗せてみましょう。果たしてどうなることやら。大丈夫そうだね。やったー、2桁の安定稼働まで来ました。今回の最初と比べて効率10倍にアップです。これでポロニウムペレットの生成も早くなるな。いやー、ラッツするために苦労するですね。これで次回までには十分な量を集められるぞ。まあ正直100時間くらい放置すれば済む話ですけど。ゴリ押しで解決しようとすんな。苦労の末、新たな物質、ポロニウムを手に入れたニグ。それを手に核融合炉の建設に取り掛かるが、新たな試練がニグを襲う。助けを求めるニグの声は、視聴者には届かなかった。次回、色あせた嘘と夜、そして、この次も、サービスサービス。正直核分裂炉爆発しないかずっとヒヤヒヤしてる。そのメンタルで稼働させんな。はい、ということでどうも皆さんこんにちは。工業の世界は無限大、ニグでございます。正直ここ最近何やってるかあんまり理解できてない。ツッコミ担当のマリサだぜ。大丈夫大丈夫、私も理解できてないので。いやダメじゃねえか。今回もマインクラフトをやっていきましょう。今回もシリーズの目標、ダイヤ100億に必要な縛り、錬金術アドオンの縛り解禁のために工業を進めていきます。前回は原子力発電の安定稼働までやったよね。これで残るのは核融合炉だけだな。そろそろダイヤを集めたいので、ここら辺はちゃっちゃと駆け抜けますよ。ちなみに今はどこら辺なんだ。ダイヤ100億のために必要な縛り解禁のために必要な核融合炉を作るために必要な素材集めと施設作りからですね。帰っていい？ってことで早速作業開始。まずは核融合炉で使うエネルギーを貯めるための装置から作っていきます。先に装置からなんだな。今回必要な素材はリチウムの粉。これを安定生産するのが初めの一歩ですね。ってことで水貯蔵用のタンクの完成。今さら水か。バナナジュースの方が良かったですか。ネバネバになりますけど。リチウムに必要な素材は水なので、核分裂炉の冷却水の管理も兼ねて、そこのラインから少しもらうことにします。いちいち水を汲むラインを作るのも大変だしね。まあ私が本気を出せば水汲むだけでワールド破損できますからね。何の自慢なんだ。配管をし直して水貯蔵ライン完成。こうやって見ると直方体が集まっててスッキリですね。ちょっと発展した豆腐建築みたいだな。もっと親の豆腐建築見ろ。親の豆腐建築ってなんだよ。ここに水を溜めておけばより安定して核分裂炉を稼働できそうです。ここからリチウム生産に取り掛かる前にちょっと寄り道。テレポーテーションコア、エネルギータブレット、基本制御回路で、ポータブルテレポーターの完成。いつでもどこでもテレポートができる便利なアイテムです。テレポーターのゲートをくぐらなくてもいいのか。工業もここまで来たらもはや SF の領域ですね。ボタン一つで卵かけご飯作れたりするのかな。先進技術にしては使い先が地味。試しにエネルギーをチャージして使ってみることに。せっかくなので拠点に飛んでみることにします。おお、無事にテレポートできましたよ。エネルギーに余裕があればこういうこともできるんですね。これで遠征をしてもボタン一つで帰ってこれるな。つまりマリサをどっかに置き去りにしても大丈夫ってことだな。そもそも置き去りにするなよ。そしてこちらは仮で作ってる蓄電施設。究極エネルギーキューブを45個並べてますが、ちょっと足りなくなってるんですよね。まあ45個だと物足りないよね。一応これ57億 FE 蓄電できるんですけど。なので144個まで増やしました。板チョコかな。鋼鉄インゴットと銅インゴットで加温蒸発濃縮ブロックの完成。マルチブロック装置のための中間素材です。
加温蒸発濃縮ブロックと発電制御回路で蒸発ね。加温蒸発濃縮バルブの完成、これも構成ブロックの一つです。板ガラスとバケツ、発電制御回路、加温蒸発濃縮ブロックで、加温蒸発濃縮コントローラーの完成、これも構成ブロックの一つです。早速建設開始。加温蒸発濃縮ってどういう装置なの？これは確か液体を蒸発させて濃縮する装置だったはず。過去の記憶では水を蒸発して塩水を作ったりできたはずです。今回はそこからリチウムを作るのか。けどここの水も水だから塩水作れなくね。黙れこぞ。ってことで設営が完了しました。このプラントは上に積み上げられるので、水のタンクから注水しやすい高さにしてます。わざわざ下まで配管するのも大変だしな。そんな優しさがまだ残ってたんだね。私感情なくなったと思われてる？最後に発電型太陽光発電機を上部に設置。どうやらこれを置くと加工の効率が上がるみたいです。どういうシステムなんだろうな。その原理は、謎です。わざわざ貯めてよな。準備が整ったので早速配管して注水。これでうまくいってれば塩水ができてるはず。ちゃんと塩水ができてるな。予想よりとんでもない速度で生産されてますね。隣にもう一つ加温蒸発濃縮プラントを作成。こっちは左で作った海水を搬入します。塩水をさらに蒸発濃縮するんだね。二段階にすることでさらに濃縮するという作戦です。ここで加工を補助するための機械をクラフト。鋼鉄ケーシング、エネルギータブレット、鈴インゴット、レッドストーンで抵抗型発熱器の完成。エネルギーを消費して熱を生み出す機械です。機械で熱を生むってかなり熱そうだな。卵の孵に使うんだぞ。加熱調理されますけど。加熱蒸発濃縮プラントはエネルギーではなく熱を使って生成する装置なので、この抵抗型発熱器で熱を送るという作戦です。エネルギーを使わないのに熱を生むためにエネルギーを使うって本末転倒感があるな。その文句は装置側に言ってください。衝突など正論。早速設置。これで熱が搬入されて塩水が加工されるはずです。ちゃんと加工されてるな。ってことで液体リチウムの完成。中間素材です。あとは回転式流体凝縮器で液体を気体に変換しまして、原子合金、究極制御回路、ホタル石と鋼鉄ケーシングで、はい、レシピミス。原子合金が生成黒曜石インゴットでした。化学結晶化装置の完成。あれやこれやをガシャコンしていい感じにする機械です。何一つとしてわかりませんが、早速設置。あとはいい感じに配管しまして、加工が始まってるね。ってことでリチウムの粉の完成。施設を作るための中間素材です。一つのアイテム作るのに5分経過してるんですが、まあこれくらいマイクラだと普通ですし、この環境が特殊なだけです。水も安定して供給できているので、このまま必要数溜まるまで待ちますか。空いてる時間でキコリとかしないとね。よかった。てっきりリチウムの粉集めも全カットするのかと。何言ってるんですか、そんなことしませんって。そうだよな、初見の方々も見てるしな。全カットするのはキコリの方ですよ。バイオーム一つ消えてるんですけど。リチウムとポロニウムを貯めている間にちょっと寄り道。テレポーターを使ってどこでも転送できる拠点を作ろうと思います。今は拠点と風力発電所と原子力発電所がつながってるよね。現在の拠点周りのテレポートはこんな感じ。それをこんな感じに一箇所からどこにでも移動できるようにします。なんというか画力が足りてないな。3秒くらいで描いたのでね。シベロハンかな。ってことで早速作業開始。今後のことも考え、露天掘り跡にテレポート室を作ることにします。作りました。まさかの全カット。整地の全カットはしてたけど建設の全カットはしてませんでしたからね。久々にやると背徳感あるよな。お前ら背徳感のために全カットしてるのか。むしろそれ以外に何があるんですか。あるだろ。天井用意してるのは今までの2つと、仮拠点、ネザー、そしてエンド。こんな感じで、ここにテレポートすればどこにでも飛べる設定になってます。ネザーとエンドにもテレポートできるんだ。まだエンドには行ってませんが、あった方が便利なので先に作ってます。スーパーと後くらいに攻略したいところですね。エンダーアイも無限化できるし、すぐに見つかりそうだな。そしてエンドをまっさらに消さないと。なんで？そんなことをしてたらリチウムの粉がいい感じに溜まりました。次はこれを使って新たな装置を作っていきます。基本エネルギーキューブ、エネルギータブレット、リチウムの粉で。基本インダクションセルの完成。1個で容量が 3.2GB って、とんでもない容量だな。ところがどっこい、中間素材です。これを同じ容量で発展、精鋭までアップグレードしまして。精鋭インダクションセル、エネルギータブレット、究極エネルギーキューブで。究極インダクションセルの完成。容量 1.6TB、1兆6000億 FE ものエネルギーを貯蔵できるセルです。1兆って、マイクラだと聞かない桁だな。けどこの実況だと結構聞くからあんまわかんない。ロックされてるだけです。次にリチウムの粉、基本エネルギーキューブ、基本制御回路で。基本インダクションプロバイダの完成。エネルギーの入出力を増やすブロックです。これも同じ容量で発展、精鋭まで。はい、レシピミス。精鋭インダクションプロバイダ、究極エネルギーキューブ、原子合金で。究極インダクションプロバイダの完成。入出力レートが 52MB であるプロバイダです。
鋼鉄インゴットとエネルギータブレットで、インダクションケーシングの完成、装置の構成用ブロックです。インダクションケーシングと精鋭制御回路で、インダクションポートの完成、これで装置に必要な素材は全て集まったので、早速作っていきましょう。最近、視聴者と共にバミラのマイクラを遊んでるのですが、最新のマイクラ、もはやもっとモリモリマイクラと言っても過言じゃないほど色々できるんですね。素材無限化トラップや装置も開発されてるからな。1点2点をしか認めないからな。マイクラ老害やめて。もっと実況がメインの私たちにとっては逆に新鮮だよね。というか、今のマイクラを初めてやるって逆にハードル高そう。やはり時代は 1.12.2。みんなも 1.12.2 に永住しましょう。今 1.19.2 で遊んでるくせに何言ってんだ。ポン。ってことで完成、インダクションマトリックス、インダクションセルとプロバイダーを100個ずつ使った、容量320テラの大規模蓄電装置です。320テラって、320兆かよ。うまい棒26兆6666億6666万6666本買えるね。逆にわかりにくい。マルチブロック方式なので、足りない場合は拡張も可能。これでエネルギーの蓄電問題は完全解決です。蒸気タービン近くで溜めた板チョコもこれで撤去できるな。あ、もう板チョコ予備がデフォルトなのね。ってことでさっき設置したこの板チョコを、こんな感じに撤去。まさか1パートもかからずに作って消えるとはな。最近暑いからしょうがないよね。だから板チョコじゃないって。蓄電装置もできたことですし、いよいよ核融合炉作成に取り掛かりましょう。まずリチウムガスを作るために回転式流体凝縮器を増やしまして、太陽中性子反応器で加工して三重水素を作成。水素に三重とかあるんだな。違うよ、これ見え水素だよ。三品かな。次に濃縮鉄、ガラス、吹き込み合金で、フィルターアップグレードを作成。これを電動ポンプに取り付けると、水じゃなくて重水を汲むようになります。その重水を電解分離して重水素を作成。さっきの三重水素と共に燃料として使います。さらに金の粉と石炭を夜勤吹き込み機で加工して、ホールラウムの完成。中間素材です。重水素と三重水素を化学混成機で混ぜて、DT 燃料の完成。そしてその燃料をホールラウムに詰めて、燃料が詰まったホールラウムの完成。核融合炉の点火に使うアイテムです。かなり準備が必要なんだな。まあエンドコンテンツですし、これくらいないと思えませんよ。けどほとんど原理わかんないからフィーリングで見た方がいいよ。メタなこと言うな。お次は核融合炉本体を、鋼鉄ケーシング、原子合金、ポロニウムペレットで、核融合炉フレームの完成。そろそろレシピ覚えよう。核融合炉を構成するブロックです。反応炉窓とレッドストーンブロックで、レーザーフォーカスマトリックスの完成。レーザーを内部に伝導するガラスです。核融合炉フレームと究極制御回路で、核融合炉ポートの完成。核融合炉の入出力を管理するブロックです。ここに来てクラフト祭りだな。まあまあ落ち着いて落ち着いて。急になだめられましても。まあクラフト祭り見たら興奮するのも仕方ないよな。特殊な思考すぎない。やはり工業はこうじゃないと面白くありませんからね。こういう回り道を通して拠点が発展していくのがたまらないんです。鋼鉄ケーシング、エネルギータブレット、ダイヤモンドと強化合金で、レーザーの完成。エネルギーを消費してレーザーを照射する機械です。あれ、核融合炉にレーザーって何に使うんだよ。実は核融合炉を起動するには莫大なエネルギーが必要でして、そのエネルギーをぶつけるためにレーザーが必要なんです。基本エネルギーキューブ、鋼鉄インゴット、ダイヤモンドで、レーザー増幅器の完成。レーザーを集めて一本にまとめる機械です。これでレーザーをまとめて大きくするのか。人間もまとめて大きくできたらいいのにね。急に怖いこと言うな。これで核融合炉の素材は集まったと思いましたが、一個忘れてたのでクラフト。核融合炉フレーム、窓ガラス、究極制御回路、基本化学タンクで、核分裂炉制御装置の完成。核融合炉に使うのに分裂炉になってるブロックです。あれ今レシピミスしてたよね。あれくらいのミスはもう数えないようにしてます。堂々と言うなよ。これで核融合炉の素材は集まった。ってことでこれらを使って核融合炉を作っていきましょう。作ったのがこちらになります。安定の全カット。あまりにも工程が複雑だったのでカットしちゃいました。いちいち紹介するのも大変ですからね。まああれだけ素材とかあったらそうなるか。本当は説明クソめんどくさいから諦めた。すがすがしくてよろしい。核融合炉の起動方法は、2ギガ分のエネルギーを貯めたレーザーをぶち込むだけ。中央でグオングオンし始めたら起動完了です。燃料は三重水素と重水素、それを水で冷やすことで、燃料と蒸気を生み出してます。中央の四角形がすごい回ってるね。マリサあんな姿になっちゃった。あれ私じゃねえよ。発電量はこんな感じ。毎秒 470FE くらいか。毎秒47万って、とんでもない出力ですね。さすがは核融合炉だな。いつか欲しいものランキング275位なだけありますね。それランキングする意味ある？
ちなみにここで出た蒸気は蒸気タービンでさらに発電、毎秒 1.5 メガの発電量か。トータルだと毎秒200万 FE くらい発電してます。さすがにこれだけあればもう安泰ですね。これでやっと錬金術の縛りが解禁されるね。核分裂炉に核融合炉、初めてでしたがかなり楽しかったです。これで縛り解禁条件は全て達成。次回から錬金術の本気をお見せしようと思います。あんまりアクセル踏みすぎないようにしろよな。もう遅いですよ。いや抑える努力しろよ。核融合炉を完成させ、ついに縛りが解禁されたニグ。彼を縛り付けていた鎖は解き放たれた。増えていく桁、ゴミになっていくダイヤモンド。真の錬金術の暴力の前に、人々は何を思うのか。次回、群れと理想と、消える感覚と。この次も、サービス。ここから動画の密度が格段に上がるので覚悟しておいてください。両者に覚悟求めるってなんだ。ってことでここからは本編未収録おまけパートとなります。パート11の後の映像をちら見せしつつ、ちょっと裏話とかをしていこうかなと。なんだかんだこのシリーズもパート11まで続いてるしな。視聴者がいつも見てくれてるおかげだよね。これはもう視聴者全員に足を向けて眠れないな。全方位眠れなくね。こうやって好きなことを続けてられるのも、ひとえに視聴者の応援のおかげです。この場を借りてありがとう、ありがとう。実はこのシリーズから編集ソフトが変わってまして、今まで愛用してたソフトから、新しい編集ソフトに変わったんですよ。あれだよな、YMM4 ってやつか。まあ移行するまで2年くらいうだうだしてましたが。長すぎじゃね。けど使ってみたらすごい使いやすいんですよ。今では編集用ツールも買って、数年前よりも格段に編集しやすい環境ができてます。昔と比べて今はそういうガジェットも増えてるからね。よかったな、これで毎日投稿が見えてきたぞ。寿命縮める気？ゆっくり実況で毎日投稿って、寿命削らないとできないですって。私もできて週2が限界ですもん。逆にこのシリーズは毎週金曜投稿を守ってるよな。まあ工業と作業と事前調査とかを考えたら週1が限界ってだけですけどね。いくら工業で自動化できるって言っても、それなりに時間はかかるからね。パート7くらいで3000チャンク露天掘りした時とか、ずっと作業ですよ作業。これだけで24時間とか平気でかかってると思います。それを全カットするお前の恐ろしさよ。これからは夏休みですし、投稿頻度も上げていくつもりなのでお楽しみに。ってことで、今回のおまけパートはここまで。それじゃあみんな、バイバイ。